ティーチングプロの坂本龍なんです。本日はゴルフスイングの基本のまとめということで、少し長い動画になりますが、ゴルフスイングの基本をまとめた動画になります。今 YouTube を見ていただいている方は、やはり YouTube で勉強してゴルフスイングを覚えようという方が多いと思います。で、いろいろな理論を見たり、いろいろなメソッドを見たりするうちに、どんどん訳が分からなくなってしまったり、迷いが出てしまったりというところがあるかと思います。ですので今回は基本をしっかりまとめた動画になりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。まあ、やはりシャロースイングだったり地面反力だったりっていうメソッドをやろうとすると、どうしても何が基本でそこからシャローにするのか、何が基本で地面の反力を受けるのかっていうのが分かりにくいかと思います。地面の反力であったら、しっかりまっすぐ立てることからが作用反作用ですので、地面からの力をもらえるということになったり、正しい軌道に降りているから、そこからどのようにしたらシャローなのかということが分かってくるのではないかと思います。ですので、この動画を見ていただくことで、ゴルフスイングの基本を学んでいただければ幸いです。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍なんです。本日はゴルフスイングの基本についてお話ししていきたいと思います。ゴルフスイングの基本は、体の正面で打つこと、そして体をしっかり回して打つこと、これが基本になります。ですので、その説明と体を回して同調して打っていくというのが、いわゆるこの前習いというこの動作、この前習いという動作を使って考えていくと、分かりやすくマスターできると思いますので、そのお話をしていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まずゴルフスイングの基本は、クラブを持って体が回ったことで、クラブがボールの位置を通過することで、ボールをクラブが捉えていく、これがスイングの基本になります。腕や手でクラブを通過させるような形でヘッドを振ってしまう、体を回さずに腕だけで打ってしまう、これが手打ちということになります。ですので、基本は体自身が右左と動いてボールを捉えることができるスイングをマスターしていただく必要があります。これが基本です。で、なぜ体自体が動かなければいけないかというと、ゴルフクラブには面がついていますので、体自体が動くことで面の動きを変えずにスイングして、ゴルフクラブがボールに当たる効率だったり確率を上げることができます。手や腕の運動量をこのゴルフクラブの面が動くことに使ってしまいますと、面の向きが変わりすぎてしまって効率が悪くなります。ですので、体を回していくということが必須になります。次に、体で回すために必須なのが、この体そして腕、この2つのパーツがどれだけ同調といって一緒に動くかで、体で回転しているかが分かります。体を回しているつもりでも、腕と体の関係がバラバラになって動かしてしまう場合は、体を動かしていても結果手打ちとなってしまいます。ですので、体と腕の状態が同じ形でスイングできるということが、同調しているということになります。そして、この腕と体が同調するというのは、最初に説明したボディーターンをする上で手首をいじったり、フェイス面が大きく変化してしまうことを軽減してくれますので、腕と体が同時進行で動いていくということが大切になります。そして、体と腕が同調しているような状態を分かりやすく説明するために、前習いの形が大事になります。いわゆるゴルフスイングというのは、前習いしている状態が
手と手を組み合わせてグリップしていますので、基本形としては前習いをしているような状態になります。で、体と腕の回転を合わせるということは、その前習いが崩れないような状態のまま体が動いている、これがボディーターンというような形で体が回っているような形になります。腕だけがこのように動いてしまうのは、前習いの形が維持できていませんので手で動かしているということになります。手首をこのように回しているのも、手でクラブを動かしすぎてしまっているというような状況になります。そうすることで体の回転とタイミングが合わなくなって、体が動かしにくくなってしまう結果、手だけで打っているというような形になってしまいます。ですので前習いの形が維持した形でいかにスイングすることができるか、これがゴルフのスイングにおいて打撃面の向きだったり効率を変えないために必要な要素です。もちろん肘が曲がったり腕が少し上がったりとかっていう形はありますが、まずはこの前習いの状態がどれだけ維持されているような状態でスイングができるかというのが重要になります。アドレスについてです。前習いの形から考えると、ゴルフクラブを持つ時の姿勢が考えられます。このように前習いの形をすることでゴルフクラブを持つ時の姿勢も覚えられます。前習いにすると、当たり前ですが姿勢は腰が曲がっていたり腕が曲がっていたり胸を張りすぎたりっていうようなことをせずに、腕がリラックスして肩の高さまで上がるような姿勢をとって前習いをすることがゴルフクラブを持つときにも重要になります。アドレスで猫背になってしまう人は、前習いというよりは体が丸め込まれているような状態で腕が近寄ってしまったり、無理に腰を反って前習いをしようとすると腰を反った分肩甲骨が引けているような状態になってしまいますので、うまく手を伸ばすことができません。ですのでリラックスして立てる状態から前習いの状態をして、骨盤の角度と膝の角度を取っていくと、アドレスに近いような角度を取りやすくなります。で、前習いのまま骨盤と膝を少し曲げて腕を力を抜いたところがゴルフのアドレスと考えて良いでしょう。このように手が前に出ないとこのように詰まってしまったり、変に伸ばしてしまって構えるとこのようにうまく構えられませんので、前習いをしていただいて骨盤の角度と膝の角度を少しつけていただくことで、ゴルフの前傾姿勢のような形ができます。で、そこから腕の位置は少し重力に任せて垂らしているような場所を取ると良いでしょう。テイクバック、指導についてです。テイクバックはまずクラブを上げていく最初の動作になりますが、基本的に前習いで考えると前傾姿勢を流したところで手を横に動かしていくと、このように下がる傾向にあります。もちろん上げながら横に移動することは可能ですが、上げようとすればするほど横に動く運動量というのはかなり狭まってしまいます。ですので、だいたい手で横に動かそうとすると手の向きが変わってしまったり、手が下に落ちてしまったりっていうような症状を生みます。ゴルフクラブはもともと先端そして右側に重量が寄っているため、上をねじってしまうとこのようにフェイスが開く、もしくは右腕が左腕より下がる、こういう傾向を持ってしまいます。で、テイクバックの話に戻ると、実際このように上がっているような感じに見えますが、テイクバックというのはこのように腕だけで行ってしまうと前傾を起こした時にこのようにヘッドが下がってしまっていたりして、最初の構えていた位置関係と逆のような状況が生まれてしまいます。ですので注意したいのは、下半身を使って向きを変えていくということが
大事になります。前習いをしている状況で考えていただくと分かるのですが、前習いをしたまま足の向きを変えていくことで手の向きだったり前習いの向きは変わりません。このように右向きを向いていただくことで上半身の形が変わらず右に向くことができます。前傾姿勢をしていても同じです。このように足が右を向いていくことが重要になります。上半身だけ動かすとこのように手の向きが変わってしまったり腕の位置が下がってしまったりっていうような形になります。前傾姿勢をしてもこのように腕だけを動かしてしまうと手のひらの向き、そして腕の形というのが変わってしまいます。腕の形もこのように右腕左腕が極端に長さが変わってしまったりします。よくあるスイングの腕が曲がってしまって詰まってしまったりするのも体と一緒に動いていないことが原因になります。ですのでテイクバックの注意点は下半身を使って体の位置がそのまま動いているような形が重要です。その時の注意点としては右足を使いながら右足を軸にしっかり回ることが重要です。左足を蹴ってしまうとその反動によって左サイドの上半身も大きく運動しすぎてしまってねじれが発生したりしてしまいます。ですのでテイクバックをする際は下半身をしっかりと使って前習いの形が変わらないようなところからスイングを行えるようにすることで正しいテイクバックの向きを取ることができます。テイクバックのもう一つの注意点はフェイスの向きです。で、前習いをしている手の向き、この前習いの手の向きがそのままダイレクトにフェイスの向きと考えて良いでしょう。ですので手のひらや手の甲が平行になっているような状態がフェイス面ですので、この手のひらの向きを変えてしまうとフェイスの向きがまっすぐからねじれてしまうような状態が出てしまいますので、この面を変えずに、手のひらの面を変えずにいかに動かしていけるかというのがテイクバック、バックスイングでもスイング中大事なことになります。ですので前習いのまま体を回していくと手のひらの向きは垂直のまま進んでいきます。前傾姿勢をとると手のひらの向きはこのように体と大体同じような斜めの位置関係を保持しながらテイクバックされます。ですのでクラブを持った時の注意点というのはこの右側が左側に対して上にある状態、そして右手の向きだったり左手の甲の向きっていうのがボールの方を指しているような位置関係でテイクバックをすることでフェイスの向きが開かないバックスイングになります。この手の動きや腕の位置をねじったりするとこのように手のひらの向きがかなり可変してしまって確率だったり効率の悪いスイングになってしまいますので、手の位置が変わらないような、手の向きが変わらないような上げ方をすることで手の向きが変わるスイングはフェイスの向きも変わってしまいますので、手やフェイスの向きを変えないような意識で下半身をそのまま動かしたことで体を回していけるスイングを作ることでテイクバックがきれいに上がるようになりますので、注意して練習してみてください。テイクバックのもう一つの注意点は脇を締めすぎないということです。脇を締めるとなると皆さんこのように二の腕が体の主に脇腹に対して二の腕を密着させることで力が出ると思ってしまいがちですが、ゴルフスイングは腕と体の同調を重要というお話を最初にしましたので、腕と体が同調していくには腕を体に固定してコントロールするのではなくて、腕と体を同時に動かしてコントロールすることで前習いを維持してスイングすることがゴルフスイングには重要になります。単純に腕を固定して体の振りだけを
行おうとするとどのようなスイングになるかというと、二の腕が動きませんので、この先端だけが動いていくような手首でヘッドをコントロールしているようなスイングになりがちです。ですのである程度腕の位置というのも可変しますので、ゴルフスイングというのはボディーターンといって体を動かすことを中心としてスイングすると最初に説明したのですが、同調するためには腕と体のバランスがしっかりと取れる動きを覚えることでスイングを滑らかだったり効率的なスイングだったり、その面が動かないことで安定した距離を得るためには腕と体が同調するということが大事ですので、その同調を最初に阻んでしまうのがこの脇をぐっと締めて力を入れて固定してしまう、これが一番ゴルフスイングで最初にやってしまう勘違いです。ですのでアドレスで脇も締めているかもしれませんが、あまりくっついていないはずですので、テイクバックでその空間をさらにこう緩めるというか、前習いですのでこの位置関係を継続したままスイングしなくてはいけないのですが、テイクバックの時にこのようにどちらかの腕を締めてしまうようなテイクバックの初期動作をしないように注意しましょう。ですのでそれを注意するには少し三角形に構えているような状態から少し脇の力を抜くというか、肘を緩めるような動作を入れながら体を回していくことで、左脇だったり右脇が体の側帯にくっつかないようにすることが重要です。開けるのが違和感があればこのように締めていかないようなことを頭に入れながらテイクバックをしていただくことでスムーズな回転が得られます。脇を締めて腕を固定してしまいますと下半身にも力が入ってしまって腰が回りにくくなってしまって、結果的に上半身しか動かなくて手打ちを誘発してしまう場合が多いですので、両脇はリラックスしてガバッと開けろというわけではありませんが、緩めた状態で下半身を回していくことでスイングを行ってみてください。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。本日は前習いで考えるゴルフスイングのバックスイング編です。前習いをすることによって体の正面に腕を置いて、そして同調してスイングをすることができるイメージを作ることができます。ですので今日はそのバックスイング編です。バックスイングでの腕の動きなどがどのように体の動きとリンクしているか覚えていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。それではバックスイングについてです。バックスイングはテイクバックで前習いの形ということで、バックスイングはこの前習いをしている位置にいかに上げてくるかということが大切です。ですのでまずバックスイングの終着点、この肩の高さにまっすぐ腕が向いているところを覚えましょう。この位置をまず覚えてバックスイングの時はそこに腕が来るように練習しましょう。で次にアドレスの位置、前回構えた時に前習いをして骨盤を曲げてそして膝を曲げた時、前習いの形はこの位置に来るお話をしました。そこからアドレスの位置というのはだいたい手をだらんとしたこのような位置になります。このような地面と垂直のような位置がアドレスですので、バックスイングで腕を上げていく角度、この角度が前習いに行くまで個人差はあると思いますが、だいたい30度ぐらいです。ですのでまずこのようにどちらの腕もアドレスから30度上がる訓練をしましょう。前習いの位置を右も左も両腕、この角度分腕が動くということをまず覚えていきましょう。アドレスから腕を上げずにいくとこのようにいつ上げていいかわからなくなってしまって、急激に勢いよく上げると体が起き上がってしまう原因になります。クラブを持って打つと
上げずに行くとクラブが後ろに行ってしまったり、急激に上げると体が反ってしまったり、腕の位置が上がりすぎてしまったりっていう症状になります。ですのでまず覚えるのは、前習いからアドレスの位置がこのように30度ほど、腕の主に上腕がこのように上下をしているという角度を覚えていきましょう。そして次に下半身です。下半身はテイクバックと同様、右軸で回すというお話があったように、右足のつま先方向からかかと方向に体重を移すようにして、主にこの右股関節の上でしっかりまっすぐ立てるように右に向く訓練をしましょう。このように体重がしっかりと右足の上に、そして右股関節、頭と揃うような形ぐらい右を向く練習をしましょう。そうすることで体がしっかりと右を向いて、腕で前習いの向きが狂ってしまったり、腕がねじれてしまったりっていうのを防ぐことができて、そのまま体が右を向くような状態を作れます。ですので足だけで慣れてきたら、今度は腕を前に突き出してこのように右を向く練習をしましょう。主にクラブを2本持ったまま前習いをして、右に向いていく練習をすると良いです。このように右を向いていくと、クラブの感覚、そして角度が狂わずに前習いのまま最終地点に体を右に向くことができます。上半身だけをねじっていくと、このようにクラブが倒れてしまったり、腕だけがよじれてしまったりという形になります。ですので前で2本立てている状態のまま向きを変える練習をしてみてください。そうすることで足の動きでしっかりと体全体を操作することができます。次に体の回す足の動きと前習いの腕の動きの合わせ方についてです。前習いをして、このようにこの肩と平行な前習いをした位置に持ってくるのが正しいポジションです。ですのでバックスイングではアドレスでこのように構えて、最初に腕でこのように上げる練習をした前習いの位置を考えながら、足で体を右向きにしながら前習いにする練習をしましょう。体だけ回すとこの位置に来てしまいますので、体が回り終わるまでにこの手が前習いの位置に上がるような間合いを練習していきましょう。ですのでこの足とこの腕、この連動を考えながら、腕が上がるのと足が上がるのを両方訓練していきましょう。足だけで回ると後で上げてしまって前習いになりません。ですので腕を上げながら足の向きを変えて、体が右を向くのと腕を上げるのが揃った前習いの姿勢になるようにバックスイングの形を取ってみてください。実際にクラブを持ってやってみましょう。このように最初はクラブを上に上げたりしなくて構いませんので、腕も伸ばしたままでも最初はドリルとして構いませんので、前習いに腕を上げていくように、腕を上げてそのままハーフスイングをしてみましょう。腕を上げずに回してしまうと、このように奥に腕が行き過ぎて後から腕を上げることになってしまいます。ですので回っている間に前習いをしているような体勢からそのままスイングをしてみましょう。ここでやはり一番大切なのは、足と腕を同時に前習いの方向にしっかりと向けて
スイングを心がけるというところが大切です。どうしても体を回してから腕を上げるというのが皆さんの大体のゴルフスイングのタイミングになります。理由としてはゴルフクラブの重量があって、腕に対してさらにゴルフクラブの重量がありますので、どうしても体だけが先に回って、最後の最後でクラブをトップへ向かって振り上げていくというような形になります。スイングは同調という話がありましたので、前習いの形になるようにあらかじめこのように上げる練習をしていただいて、前習いの位置に腕を上げながら体を回す練習をしましょう。ぜひやってみてください。最後に打ちながらの注意点です。打ちながらの注意点はやはり前習いをしたときにフェースの角度を下に向くような形、いわゆる面がちょっと下を向いているような形を取りながら前習いをしている意識、そして若干左サイドより右サイドのパーツ、左手だったら右手が上になるような形のまま姿勢をとって、そしてそのままスイングしているような形でまずは練習していきましょう。そうすることで腕が上がって、いわゆるゴルフスイングで多いのが振り遅れるといって、腕が遅れて体だけが回ってしまうパターンに、ラウンド中疲れてきたり力んで力が入ってしまったり、緊張して体が動かなくなったりする場合に、そのようなミスが根本的に皆さん出やすいです。ですのでバックスイングにおいてもしっかりと前習いの姿勢を取る意識を持つことによって、腕の動きが体に対して振り遅れないようになってきます。ですので腕をしっかりと前習いの位置に上げる、そしてフェースの向きは開かないような位置をキープしながら、そのままハーフスイングのような形でスイングをしてみましょう。でその際最初に気をつけるのが、縦のコックなどは、まあ、一応この後に立てたり、そして肘の動かし方だったりっていうのは説明をしていきますが、まずここではこの手首の角度、後ろから見たこの手首の角度を固定したままの形で、足の向きと腕の前習いの意識だけを考えながらスイングをしていただくことで、手首の固定だったりフェース面の動きの減少だったりっていう効率化を図っていただければ、まずこの前習いのドリルでスイングを向上させることができると思います。それではありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。このように腕をうまく使うことでバックスイングの、その後のトップからダウンスイングの腕の重さだったりクラブの重さを使ってスイングする、これを円滑に行うことができます。ですので腕の重さも前習いをすることによってうまく使うことができますので、ぜひこの上げ方を覚えていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍男です。本日はオーバースイングについてです。一つご質問をいただきました。前習いの位置はおかしいと思います。前傾時のクラブヘッドの位置と地面のボールの位置関係を保って、体をそのまま起こすとボール位置はベルトくらいの高さになるはず。ベルトの高さのボール位置と前習いでクラブを持った時の位置は矛盾します。したがって前習いをしながらのバックスイングはオーバースイングだということです。肘から上は動かさずにバックスイングすることが重要です、という、まあ、コメントというか意見をいただきました。で今回自分が思うオーバースイングの定義というか、どうなってしまうのがオーバースイングかっていうのをはっきりしながら、オーバースイングになってしまう人の特徴とどうやったら改善されるかっていうところを自分なりに考えていきたいと思います。オーバースイングというとどうしてもこう担いでいくようなイメージがありますが、それだけではなくて、どの角度がどのように大きくなるとオーバースイングなのかというところを考えていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。オーバースイングでなぜいけないかというと、体と腕この位置関係が保ってスイングできることが同調しているといって、ゴルフクラブのフェース面の動きだったり体のバランスが崩れにくい状態ですので、ゴルフスイングというのはなるべく体とクラブの状態というのは一緒に動いていくというのが望ましいと言われています。ですのでオーバースイングとはどういう状況かといったら、
その体と腕の関係が真正面、体の正面に維持できないような状態になりやすい、ずれたスイングということになります。ですので一般的に見えるオーバースイングといって、クラブがこのように大きく上がりすぎてしまっている場合も、体の回転に対して腕が戻りにくい状態で入ってきてしまうので、難しいことによってオーバースイングをコンパクトにしましょうっていうお話があります。ですのでプロゴルファーの方にも、かなり大きく上げていても腕が体の回転に間に合っている方がいます。ですのでオーバースイングであっても、本人が戻すタイミングだったり動きっていうのができればオーバースイングは問題ないということになります。ただオーバースイングになると、どうしてもその腕の運動量が多くなったり、クラブの運動量が多くなったりしますので、基本的には戻りにくいというスイングになります。ですので、戻す練習をするよりは、その大きくなってしまう要因を排除していった方が、スイングとしてバランスが取りやすくなるので、オーバースイングはやめましょう。コンパクトなトップにしましょうというお話になっています。自分はそう考えています。で次に、オーバースイングといっても、スイングの大きさだけをオーバースイングと考えてしまうと、スイングをただ小さくすればいいという形になってしまいますので、各部署、手首だったり肘の曲げだったり腕の動かし方だったりっていうところの、どの角度に行ってしまうとオーバーなのかっていうのを分かっていると、その部位で直しやすくなりますので、これからオーバースイングというより、どのぐらい使ってしまったらオーバースイングかという目安をお話ししていきたいと思います。まず手首についてです。手首の角度は、だいたいゴルフクラブの角度が来角といって、この角度が60度ぐらいありますので、腰を平行にして構えて、このようにクラブの角度分で構えると、だいたい単純計算で120度になります。この手首の角度が120度になります。で、大体の方が足の長さや腕の長さ、そして前傾の少しの個人差がありますので、だいたい構えた時の手首の最初の角度というのは130度から150度ぐらいの間で皆さん構えているかと思います。で、トップに行く時の手首というのは、基本的には角度を変えないでコックを入れるとよく言いますが、一直線にしていない状態からこのように水平にした時に分かりやすいのですが、角度をつけてゴルフクラブというのは構えられるようにクラブが設計されています。地面に置いて構える時もそうですが、このように手首に角度がついています。ですので、もうこの状態でコックというのは入っているというふうに考えた方が分かりやすいかと思います。で、先ほど説明した130度、もしくは130度から150度ぐらいで構えているところから、最大でクラブと手首の角度の間が90度曲げていくことが、だいたいトップの正しい位置だと言われています。トップを見ていただいても分かるのですが、だいたいこのようにトップを作った時に、だいたい手首の角度というのは90度になっている場合が多いのではないかと思います。ですので、だいたい90度まで曲げる場合、もう本当に120度と考えたら30度ぐらい、まあ、50度と150度の下だったら60度、本当にこのぐらいが手首の動きの角度ずれです。ですので、バックスイングでコックをすごく強くこのようにしているような人は、もう手首でオーバースイングになっていると言えます。ですので、だいたい手首の角度というのは最大で、多い人で60度ぐらいまでが手首の角度の最大値になります。それ以上このように折れてしまっている人は、手首でオーバースイングを作ってしまっているというような形になります。だいたい多いパターンが、手首でこのようにコックで上げる、最後に手首を入れてトップを作っているっていうような場合は、大体の方がトップが大きくなくても手首のオーバースイングとなります。ですので、意識としては手首の角度というのは、この最初の角度を維持してテイクバックしていく、これが基本になります。例えば下がってしまって開いてしまうような方は、手首を地面のクラブの重さがかかる瞬間に少し上げる形で相殺しながら上げていく必要があるでしょう。ですが、手首の角度というのは自分で折りに行ってしまうと、もう60度というのはあっという間に超えてしまうような確
角度になってしまいますので、手首の角度というのはまず、まあ、最大で60度、最小で30度ぐらいしかありませんので、本当に手首というのはわずかに動かしている程度のコック、もしくはもうほとんど動かさないぐらいで、あとあと説明していきますが、動かさないぐらいで上げていただいても肘を曲げたりした時に自然に角度ができてしまいますので、ほとんど手首はコックという状態を作らなくても、最初に角度がついた状態をキープしているということを覚えておいてください。2つ目に肘の角度です。肘の角度は、まあ、単純にこれも90度曲がっているところです。この90度曲がっているところが肘の角度のポジションになります。90度以上曲げてしまうような状態はオーバースイングと考えてよいでしょう。右肘が多く曲がってしまう人というのは、このように腕が、まあ、先ほどコメントでもあったのですが、肘から上は上げないというようなお話があります。イメージはなんとなくわかります。脇を締めて体だけで打っているようなスイングをしていれば、脇は締まった状態で、なおかつ腕は上げない状態でスイングできます。確かにイメージ感はわかります。ですが腕を上げないということはどうなるかというと、右肘の曲げ角が多くなります。ですので先ほど言った90度より肘の角度というのは取りすぎてしまって、トップが上がらない状態になります。もちろん低いトップがいいのは、構いませんが、90度以上曲がるとどうなるかというと、このように力こぶ、上腕二頭筋に力が入って収縮するので、上腕二頭筋が解除できなくなって、インパクトで垂れて、この右腕が元に戻らずにそのまま寝てヘッドが落ちてしまう、もしくはヘッドが落ちないで振ろうとすると体が傾いてしまうというような症状になりやすいです。ですので、右肘の角度は90度に曲げる、でそれ以上曲げている人はオーバースイングと考えていただいた方が良いです。ですので先ほどのコメントで私がお答えさせていただく分には、やはり上腕が腕を上げないスイングというのは、腕が最小限に動いているスイングがいいのは確かなのですが、腕を上腕が動かないでクラブを上げていくとなると、コックを非常に多くするか肘を多く曲げるかしかスイングできませんので、ゴルフスイングというのは両手がつながってスイングしていますので、どちらかを曲げすぎると反対側の腕に負担がかかりすぎてしまって、釣り合いが取れないような、めちゃくちゃ左腕が伸びてしまったり、めちゃくちゃ左腕が曲がってしまったりというようなアンバランスを生んでしまいます。ですので右肘の場合は、まあ90度曲げる分が適正で、それ以上曲げていくような動かし方は、たとえトップがこのように小さかったとしても、オーバースイングというふうに考えていただければ良いと思います。3つ目に腕の上がり方です。前習いの位置に上げましょうというお話をスイングでしました。でこの前習いの位置でもオーバースイングがあります。説明したように30度から40度、このように腕の上腕の動きがゴルフスイングにはあるというご説明を、まあ、前習いのスイングということで説明しました。でこの動きだけでゴルフスイングというのはスイングできます。それはなぜかというと、アドレスからこのように前習いをして、でその前習いが降りている間に体が回転していますので、このように腕というのはほとんどこの上下運動のみと、あと重さの流れで体が前傾姿勢があることによって、体の傾きの流れに腕の重さだったりクラブの重さが流れていきますので、その分だけを動かしていけば、あとは体が向き変わっていく動きでスイングをすることができます。ですがバックスイングで特に先ほどの腕をつけている人の話なんかで多いのですが、上腕を前習いのように浮かしていかないと、前習いではなくてこのように後ろに、もしくは右に腕を振っている状態になります。ですのでこのようにストレッチをしているような状態になります。でストレッチをしている状態でクラブを下げようとしても、まあ当たり前ですが、このようにストレッチをしながら打ってもらえば分かるのですが、体をただ開いていくしかクラブが戻ってきません。ですので体の正面で打つという方法論ができなくなります。
どちらかというと腕がのけぞっていると体をとにかく前に向けてボールの全く見えないところで打つというようなスイングになります。ですので腕の位置はこの30度40度の大体の直線運動だったらいいのですが、体の真正面に対して右左このように腕が左右にずれてしまっているのも見えないのですがオーバースイングということになります。ですのでゴルフスイングというのはこのように後ろに向いて腕が少し右側の方に来ているように見えますが、この後ろに体が向いていて手がこの右耳の後ろあたりに来ているのと、腕をこのようにストレッチして耳の後ろに来ているのでは腕の動かし方が前習いと腕をただ右に向けただけというような状態で、これもオーバースイングになります。このいずれかに動きがあるとオーバースイングになって、例えば腕が上がらずインサイドに上げるのが強い、そして手首だけを折っていくと折れるものがあとなくなってくるので、上に上げた時に肘が上がりすぎて、まあ、いわゆるシャフトクロスになる。じゃあ腕を上げないで後ろに上げて、こうよく言うレイドオフというような形で後ろに上げようというふうになると、今度は左腕の位置が前習いではなくてかなり右側にずれていて、なおかつ手はねじれて右手が受け手になっていて、構造的には後ろにのけぞったような状態でダウンスイングに入らなくてはならないという状況になります。ですのでオーバースイングというのはその形が大きくなってしまうというのもさることながら、手首だったら手首の角度の運動量が多い、肘だったら肘の角度の運動量が多い、腕だったら腕の上げだけではなくて左右の動きも混じって多くなってしまっているというのがオーバースイングになります。ですので前習いをすると何がいいかというと、そういった手首が多すぎたり肘が多すぎたりっていう、そして腕の左右が多すぎたりっていうのを改善してくれますので、前習いの基本練習でハーフスイングをすることによって、まあ、ニュートラルな位置というのを覚えて練習していただくことで自分のゴルフスイングに役立てられるのではないかと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにオーバースイングというのはただ大きく上がってしまっているのがオーバースイングというよりは、どこかの角度が大きくずれているのは全てオーバースイングだと考えていただいた方が分かりやすいのではないかと思います。形だけクラブを振り上げてしまっている人がオーバースイングと考えてしまうと、ただ大きく上げなければいいというような形になってしまいます。ですので手首だったり肘の角度だったり、まあ、体の角度、そして腕だったら前習いの位置から左右にずれている角度、これも全てオーバーに動いてしまったらその分スイングに対して戻しにくくなりますので、それをオーバースイングと呼び、そのオーバースイングをなるべく少なくなるような練習をすることでコンパクトながらも無駄のないスイングにつながってくるのだと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を主にアマチュアの方が楽にスイングできたり体に優しいスイングを配信しています。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。本日は前習いでバックスイング上げ方を覚えていきましたので、今度はトップだったりダウンスイングについてです。でもう少し本来はバックスイングで右肘を曲げたりトップの向きだったりっていうことを考えたいのですが、そのままダウンスイングの落とし方を覚える方法についていきたいと思います。でそれが分かることによって他のトップだったりもっと細かいバックスイングの意味合いが分かってくると思いますので、まずは下ろし方を少し練習していただければと思います。それではよろしくお願いいたします。まずはじめに前習いの形でバックスイングを行うことを練習しました。なので腕が前習いのこのまっすぐな位置に上がるようになったかと思います。ですのでまずこの来角といってこの手首の角度を気をつけながら前習いをするようにこの角度をキープしながら腕を上げていく、そこからハーフスイングの形で打ちましょう。その時のダウンスイングの注意点です。バックスイング同様このように
前習いをした状態からアドレスを取って、その分30度から40度腕の動きがアドレスの位置までありますというお話をしました。でバックスイングではその腕の位置を30度から40度変更しながら高さを取ってバックスイングをしています。ですのでゴルフスイングというのは回転で打たなければいけないのですが、前習いの腕がこの先ほどの30度から40度上げた分を先に戻していかないとアドレスと同じ位置に戻りません。これが大体の方が抜け落ちています。大体の方が無意識で腕を上げすぎて体を回していくので腕が置き去りになっている状態、前習いが置き去りになってこのように体だけをねじっているような形でスイングしてしまっている場合があります。ですのでダウンスイングは前習いのところからアドレスの位置に腕の位置が戻る必要があります。肩の付け根から生えている上腕、この位置が右腕左腕ともに前習いが下に下がるような形をまず覚えてみてください。これがまず一つです。で次にこの腕が降りてからスイングできるようにするために、自分で動かしている場合ですとなかなか体との回転と合いにくい場合があります。ですのでこの腕の動きというのは前習いをしている高さを取っているこの腕の重さ、この腕の重さをそのまま重力に任せて力を抜いて下げていくことで回転を円滑に行うように、腕の重さを使って体を動かしていきましょう。でここでドリルです。最初は腕を下ろすときに力がなかなか抜けませんので、単純に手を上げていただいてそこから力を抜いてどの方向でも構いませんので、脱力して腕を下げる練習をしましょう。このように腕を自分の自力で上げて脱力して腕の重みで単純に下ろしていきましょう。自分の体に当ててもらうと分かるのですが、結構力を入れなくても力を抜いただけで結構な衝撃があります。無理に自分で叩きに行こうとするとどうしても先端の方を動かしてしまいがちですので、力を抜いて肩より肩の付け根の上腕の方を動かせるようにしましょう。このように訓練することで力が抜けた腕のダウンスイングを覚えることができます。で次にそれをクラブを持ってやってみましょう。前習いのまま手首の角度を変えずに前習いをしてという形ですので、この形から横から見ると前習いの位置ですのでアドレスの位置はこのぐらいです。このぐらいまで脱力して下ろしていきましょう。でこの時に注意点なのですが、ゴルフクラブと腕とクラブヘッドの関係というのは、先ほど上げた時上腕しか上げておらず、ヘッドの形の高さというのは勝手に腕を上げていくと分かるのですが、腕よりヘッドの方がこのように高い位置をキープしていることが分かるかと思います。上げてこのように手首を垂らさない限り、構えた時の角度を注意しながら腕を上げていくとヘッドの方がおのずと高い位置に行くはずです。ですので下ろす時もその角度を変えずに腕だけが先ほどの30度から40度ぐらい前習いの方向に上げた分を下げる感覚、これを体に覚えさせましょう。
どうしてもクラブを持って重さがありますので、先ほどの空でやったようにすごく脱力はできませんが、持った角度のまま同じ角度で前習いからアドレスの位置に戻せるように。そして次に、最初はぶつ切りで構いませんので、その腕が少し下がったようなところから回転を入れてアプローチの練習をしましょう。このなかなか分かりにくいのですが、この腕が落っこってくる感じと、あと体の胸からちょうどこの紺色になってフィドラと書いてある場所から左腕がダウンスイングで外れてくればいいのですが、逆に大体の人がこの左腕が脇にくっついてしまう人が多いです。ここで左脇を外せることで、落ちてるか落ちてないかというところが判断できるのではないかと思います。このように胸が見えているような形で、二の腕が外れてくるような形を、腕が落っこちているような形ですかね。これが割と左胸と左腕の二の腕の内側が張り付いて進んでしまう方が意外と多いと思います。そこが分かってくると良いのではないかと思います。脱力で同じ角度、同じヘッドと手と腕の位置関係を維持したまま30度40度下げて、でそこから回転につないでいく。30度40度下げて回転につないでいく。大体の方がこれが先に回ってしまって落ちるという感覚を持てずに打ってしまっている場合があります。クラブの重さと腕の重さを使えることで体も楽に動くようになりますので、前習いのまま腕を下げて、そしてこのようにハーフスイングをできるように練習してみてください。流れができなければ脱力して一旦下げたところ、下げたところで一度止めてそのまま回転しても構いません。下げたところがだいたいハーフウェイバックの腰の高さでフェース面がボールの方に向いているっていうのも同じように下ろしたときに確認していただくと良いでしょう。このような形で腰のあたりにちょうど下がってきます。ただ位置関係としては手とヘッドの位置関係が変わっていませんので、ヘッドは常に高いまま腕だけが下がっている。クラブヘッドの位置の高さは変化しないように、脱力で下げてなるべく力で下ろしていくのではなくて、あくまで同じ形のまま前習いで上げた上腕だけが下がっていくような形をとってスイングをできる癖をまずつけていただくことで、フルスイングにおいて腕が遅れる、そしてクラブが遅れてしまうというのが軽減されますので、ぜひやっていただければと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにやはりスイングをする上でどうしてもスイングの円弧というか振り幅のような形でこう円を描いてしまうことがイメージ的にマッチしやすいのですが、やはり重力といって重さに逆らわれない、人間自体も重さに逆らえないと思いますので、その重さとどう向き合ってその重さを使っていくかというところがゴルフスイングも大切なのではないかと思います。ですので今日のように少し重力を使って腕が落ちたりクラブが落ちたりっていうのを少しでもつかめていただけると、ダウンスイングも気持ちよくスムーズに降りるようになると思いますので、ぜひ今回のドリルだったり練習法をチャレンジしていただければと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報、主にアマチュアの方が楽にスイングできたり体に優しいスイングを配信しています。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。
皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍男です。本日は前習いで考える、ダウンスイングをお伝えしましたので、今度はインパクトについてです。でインパクトはやはり2000分の1秒といってかなり短い時間の中で行われていることを言葉で表現していますので、本来はなくていいものなのですが、どうしても当てたい、ボールに強く打ちたいなど、どうしても一番気持ちが入ってしまう部分ですので、それをいかに無意識で行えるかというのがインパクトの一番大事なテーマだと思います。その本能に対して何も考えないでインパクトを通過できるようなメソッドをお伝えしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ダウンスイングで前習いのところから腕が落ちて落下して打つように意識してきました。で今度はインパクトです。インパクトは当たる瞬間のことですが、このように当たり前ですか、もう打ってしまったらかなり速いスピードで終わってしまいます。ですのでインパクトのことは分かっていることが必要ですが、あまりスイング中の動作中にインパクトという意識は入れない方が望ましいです。でよく手で合わせてしまうというような、まず一つのポイントとしては、どうしてもゴルフクラブというのは上から下というイメージがありますので、腕が落ちてその後もう一工程ヘッドを地面の方に動かして、このようにボールに近づけて当てたい、こういう衝動に駆られます。ですので感覚としてはこの前習いから位置関係で腕が落ちた状況のまま、いかにこの位置関係をずっと維持したままスイングできるかということが大切です。なぜかというと、体は前習いをするときに最初にバックスイングでやったように必ず右を向いています。ですのでこのように前習いをしたときに右を向いているということは、腕が落ちて腕の位置が移動していけば必ず体は左を向いていくはずです。ですので自分の手の動きでクラブの位置を変えなくても、体が進行方向に動いていけば必ず向きが変わっていくことで、このゴルフクラブヘッドはボールの位置を通過します。ですので腕が落ちてこのヘッドと腕、手の角度のキープをダウンスイングの時にしてくださいというお話をしましたが、そのまま本当に何もせずにずっとその形を維持していれば、必ずインパクトはこのようにボールのところを通るようになっていますので、なかなか一番そこが難しいのですが、感覚的にヘッドをこのように通過させるのではなく、腕が落ちたら自分の体の向きを変えていくことが大切です。ですのでポイントとしては、ダウンスイングで腕が前習いからアドレスの位置に戻った後、その後このグリップエンド、このグリップエンドがずっと飛球線方向にずっと向きっぱなし、グリップが向きっぱなしのままを意識するとヘッドというのは出てこないので、まず一つ目としてグリップはずっと目標方向に向けたままの意識を持って回転運動をしていくということを、まず一つ気をつけて打ってみてください。ドリルとしては前習いから下ろした角度、そしてこのグリップエンドの向きを作って、ドリルとしてはこのような棒を持っていただいて、グリップエンドをずっと上から見たらこのボールと体の間に向いたままのような状態で、このように体を回していく練習をしましょう。このように手の向きを変えると体にぶつかってしまったり、このように角度が変わってしまったりします。ですので下ろしてグリップエンドの向きが飛球線方向、もしくは少し右側を向いているぐらいの形を維持したまま、体を回していくことでボールの位置を通り過ぎることができます。
次に2つ目です。でこの腰から下の部分というのはほとんどが下半身の動きでクラブが右から左に向いていきますので、基本的に足をかなり右左とこのように動かした状態で打つ訓練をする必要があります。もう直角ぐらいに右を向いて下半身を右そして左というように動かせるように練習しましょう。もう大げさで構いませんので、かなり直角気味に回して反対の直角まで回していく、このような形で行うことでダウンスイングで降りてきた時に足が自然に反応してダウンスイングの腕の重みだったりクラブの重みをそのまま回転でつないでくれるようになります。体重が右に残りすぎてしまったり体重を左に乗っけてから打つような形になると最終的に結局手で合わせるという動作が入ってしまいますので、足で回しているときにボールに当たるような練習をしてもらうと良いと思います。あとはインパクトで当てにいってしまうというのもありますが、あと上げにいってしまうというのもあるかと思います。ですのでボールを打つ際にどれだけ自分でこのように低い球を打てるかを考えて練習していただくことが大切です。ボールを下に押さえつけるように落とした力でこのようにボールが上に上がらないように打っていただく必要があります。練習でも球をすくい上げてこのようにボールがこのように上がった方が気分がいいかもしれませんが、それは最終的にスイングが円滑に行われるようになってその時に初めてボールが上がれば良いので、力を逃がさないインパクトを覚える上でなるべくこのようにボールが低く出るようにしましょう。で低く出るコツはこのようにクラブが落っこちてきた軌道をそのまま維持してこのように上から下にそのまま流れるようにヘッドが高い位置にあってグリップがあってその重さがグリップの方に流れていくようなこういう流れを作りましょう。どうしても皆さん上から下にこのようにヘッドをテコの原理でぐるっと回すような意識を持っている方が多いので、なるべくスイングはそのまま棒ごとインパクトに向かって流していく意識が必要です。そうすることで上から押さえた素早い力を入れなくても早くインパクトを迎えてサクッと体が回せるスイングになりますので、今みたいな意識を持って練習してみてください。ヘッドをこのように落としていくのではなくて前ならえの位置関係から落ちてくるのをそのまま維持して体を回していくような形でイメージしていただければ良いと思います。インパクトを合わせないというのはこのように左は腰の回転が止まらずに体が動き続けている時にインパクトを通過しています。右の動画は一旦体の開きが早いので腰や足を止めてクラブの動きを待っている形になっています。ですので待つことによって今度ヘッドが手を追い越してしまっているのが分かるかと思います。左の動画はハンドファーストの形のまま一緒に進行していく、右の動画はヘッドが合わせたことによって体を止めてヘッドが追い越すような動きを誘発してしまっています。これが一般的に当てに行く動きです。ですので今日の動画でこのそのまま手が通過することでクラブ自体そして体の回転自体も通過するようなスイングを身につけていただければ、インパクト止まらない気持ちの良いスイングができると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。このように
インパクトというのはやはり考えてどうしても作りたくなってしまうのですが、しっかりと動作を作って準備しておいて、あとは何も考えずに打てるようにどうやってスイングを作っていけばというのが今日の内容でした。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信しています。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ディージングプロの坂本里奈です。本日は前習いで考えるゴルフスイングのインパクトを前回やりましたので、今度はフォロースルーです。フォロースルーも前習いで考えると適正なポジションが分かりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信しています。主にアマチュアの方に体に優しいゴルフだったりシンプルなスイングを提案しています。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もよろしくお願いいたします。それでは前習いのフォロー編です。前習いをして体を回していきますので、体の位置はこの真正面を向いた時に手の位置が前習いですので、この位置が正しい前習いの位置です。フォローの時に体を右左と回していった時に、このように前習いの位置に来ていることが重要になります。実際にクラブを持ってやっていただいても分かるのですが、前習いの位置から前習いの位置、この位置がスイングの正しい振り幅の場所と覚えましょう。で、今度はそこに実際前習いをしたところから前習いの位置にスイングをしていくのですが、このように前習いのところから前習いの形でしっかりスイングをすることができればいいのですが、悪いパターンとしてやっていただくと分かるのですが、前習いの位置から前習いの位置に来るのではなくて、前習いの位置から映像を見ると低い位置を通ってフィニッシュに向かってしまう場合があります。よく左肘が引ける、体が起き上がるなどの症状が出てしまう場合も一緒だと思うのですが、前習いの位置にしっかりとこの腕の位置が上がってこないという症状を皆さんビデオなどを撮っていただくと気づかれるのではないかと思います。このように腕の位置が上がらずに詰まったような形になってしまう場合です。で、この現象は何でなってしまうかというと、アドレスの位置、このアドレスの位置から前習いまでバックスイングは上げましょう、ダウンスイングは下げましょうというお話をしました。で、そこからインパクトは考えずにフォローのところまでいければいいのですが、どうしてもインパクト、ボールのところがあるので合わせてしまっている方などは、前習いのこの30度から40度ではなくて、このように腕を振りすぎてしまっている場合があります。体に引きつけよう引きつけよう、引っ張ろう引っ張ろうという意識がある方は、どうしてもこのように30度40度下げてればいいのですが、勢いも相まってものすごく腕をこのように動かしてしまっているような状況になります。本来はこの30度40度が動いている動きの中で体の向きを変えていくと、この前習いの位置にだいたい行きやすいのですが、このように腕を振りすぎてしまうと詰まって腕が上がってこないうちに体が回ってしまって、左右の均等感もバラバラになってクラブを持っている場合だと、結果腕が引けていたり体が起き上がってしまったりっていうようなところにつながります。ですので、体のイメージとしてはこの体が右を向く、そして右からアドレスのこの区間、右からアドレスに戻っていくこの区間がダウンスイングの場所と考えましょう。そしてこのアドレスからフォロー側、左側の領域がアッパースイングの領域と考えましょう。ですので、ダウンスイングとはこの体が右から左、そしてアドレスの位置に戻っている時がダウンスイング、体がアドレスから左に向いている時はアッパースイング、これが正解です。ですので、前習いで言ったら前習いからアドレスの位置下げている、ダウンスイングの時は下げているのがダウンスイング、左側に向いている時は逆に腕をまた前習いのところに上げていくということが必要になります。皆さんの意識だとダウンスイングをしたままずっと下げてしまっていて、
腕が上がってこないうちに体が回ってしまっているので、腕が左の方に抜けてフィニッシュが取れないというような状況がありますので、こちらのダウンスイング側では下げていますので、左側に向いた時には上げている、30度40度上げているということが意識として必要になってきます。次にこの下げていると上げているの合わせ方なのですが、どうしても体の回転というのは速いので、下げて当てて上げるっていうのが3工程になってしまいますので、体が右左と下げる上げるを同時にやらなくてはいけません。下げる上げるの時に右左が一緒にならなくてはならないので、この当てるという意識をどう消せるかでフォローがこの前習いの位置に来ることができます。ですので腕の運動としては、どうしてもインパクトの姿勢を取るために、どうしてもそのインパクトの形っていうのを作ってしまうのですが、意識としてはもうダウンスイングで腕を下げた瞬間がもうインパクトですので、その腕を下げた瞬間にはもう上げるという訓練をしなくてはなりません。ですのでこのようにダウンスイングで同じ角度で脱力で落としていくイメージがありました。このように脱力で角度をキープしたまま前習いからアドレスの角度のところまで落としていく、これがアドレスの位置に落ちているのと同等です。皆さんのアドレスの位置に下ろすというと、先ほどのこの腕をここまでやる意識がありますので、どうしてもここまで下ろすのがアドレスに戻っていると勘違いしやすいですが、アドレスというのはこのように前習いとアドレスの位置というのはこのような誤差しかなく、それに前傾姿勢が加わっていますので、回って腕が前習い状態から下ろしているとヘッドの位置はこの辺りに落ちてくるのが正解です。でどうしても人間の本能だと、この下ろした時の後にもう一方程ボールに向かってこう合わせてしまう動作が入ってしまいますので、ここで、まあ、練習などですが、下ろしたら上げる、下ろしたら上げる、下ろしたら上げるというように、下ろして下ろしてを癖を消すために、下ろしたら上がる、下ろしたら上がるというように、腕を下ろしたら上がる準備をしてみましょう。このように上げた瞬間、下ろした瞬間にも上げる、下ろした瞬間に上げるという形です。ですのでこの下ろした瞬間には上げているという意識がないと体が回っていくのに間に合いません。次に下ろしたら上げる、下ろしたら上げるという意識の中で体を回してみましょう。そうすると自分で下ろして上げているつもりなのですが、体の回転というのは速いので、勝手に手が腰の位置を通ってしまうかと思います。このように上げ、しゃべれないぐらい速いのですが、下ろしたら上げているつもりでこのように今腕を前習いの位置に動かしているのですが、実際に映像で映っているのは手が目の前を通っていると思います。ですが皆さんがやっているのは、下ろしたらそのまま手を下に通そうとしてしまっている動きが、この動きが余計になります。映像で少し見にくいかもしれませんが、下ろしたら上げる、下ろしたら上げると自分で下を通すというのは、動きのコマ数が変わってきて体の回転に間に合わなくなってしまいますので、それをクラブを持って今度はやっていただく必要があります。では実際にクラブでやってみましょう。下ろしたら上げるつもりで、下ろしたら回るのと上げるのを合わせていきます。下ろしたら上げていく。そうすることでクラブと腕が高い位置に上がる長いフォローを取ることができます。下ろしてそのままもう一回インパクトを作ろうとすると、手が上がってこずに左に抜けてしまう、もしくは肘が抜けてしまうようなスイングになってしまうので、気をつけていただければと思います。フォローで前習いのように体が前を向いた時に、体の前に腕が来てればいいのですが、体が前を向いている時に腕が下がっているような状態、
手を無駄に返してしまったり、左に無理やり振り切ろうとしたりすると、このように腕が適正な前ならないの位置に上がらずにフォローが出なくなってしまうという症状になります。ですのでスイングはこのように前ならないの位置に行くようにしっかり腕を上げていくということを意識して練習していただくことで、フォローをしっかり取れたスイングになります。ぜひ注意してみてください。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにフォローの形が前ならないのような場所に来るということは、体の正面を最後まで維持できてスイングを完結できたということになりますので、正しいスイング、力の伝わりやすい効率的なスイングになっているということになります。ですのでフォローの形もスイングにおいて大切だということになります。それでは皆さん、本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。本日はグリップについてです。正しいグリップというのはどんな競技においても物を持つ競技だったら大切だと思います。なぜかというと、握る形によって腕の姿勢が決まって、腕の姿勢が決まるということは体の姿勢が決まる、体の姿勢が決まってくるということはスイングに影響が出て、スイングの影響が球筋に出るということで、ゴルフスイングにおいてはグリップは大事な要素になります。ですのでこのグリップを正しく握っていただくことでスイングの向上につなげていただければと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信しています。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もよろしくお願いいたします。それではまず左手のグリップについてです。で、左手のグリップ、そして左手の主な役割というのは、このゴルフクラブ、このゴルフクラブと一体化するということが大事になります。で、左手の役目としては腕としての役目と、あと道具と連結している一番最初の部分ですので、道具のような形になれるかどうかというのが大事になります。ですのであまり強く握ってしまったり、左手で操作するような握り方をしてしまうような握り込みをしてしまうのは一番良くないです。ですので簡単に言うと、グーで握ってしまっているような状況は、ただこの道具を掴んでいるだけですので、クラブと同期しにくい部分がありますので、グーで握っているような、掴んでしまっている状態は避けたいです。で、一番重要なポイントは指の方で握れるかというのが重要になります。まずこのグリップをこの手のひらの方ではなくて、なるべく指に近い方でどれだけ握れるかというのが大事になります。もちろん初心者の方なんかこのように指では持つとフラフラできつくて持てませんので、少し手のひら側に寄ってしまうこともあるかと思いますが、基本的にはゴルフクラブというのは指先で引っ掛けて持つように意識していただいた方が、クラブの重みなどを感じやすかったり、力まないでクラブをつかまないスイングというのができますので、まずは持ち方としては手の指にクラブが左手が引っかかって持てるような形を取っていきましょう。で、次に左手の形です。左手の形はやはり小指、薬指、中指と3本がよく力が入っていた方がいいというような話があるように、少し曲がっているような状態を作ると肩と体がしっかりとコネクトするような形になりますので、まず形としては指を2本このように曲げているような形を取ってください。薬指と小指を曲げているような形、そしてフレミング、左手の法則のような形を取っていただくことで腕がしっかりとした形になります。そうすることで力が入って脇を締めずとも脇が締まったような感覚になるかと思います。ですのでそのフレミング、左手の法則のような形から人差し指と中指を軽く曲げていただくことで、このグリップの形は完成になります。で、このグリップの形は基本形はこのような形で握るというようなイメージを持ってください。で、今度はそこからそのままグリップをあてがいます。グリップをあてがうときはそのまま指に引っ掛けるようにしてあてがっていきましょう。で、その時の注意点としては、左手のひらの部分、
平の部分に先ほど言ったようにあまり平の方で持たないように注意しましょうということで、先で持てるだけ持っていただきたいのですが、その先で持つ意識としては指1本分ぐらい手の中に入るような形で持てるようにしましょう。そうすることで握りすぎを防いで、なおかつ指のこの間隔が空いていることによってクラブを極端に腕をねじって持つような癖をつけにくくします。どうしても掴みに行くと、いわゆるフックグリップといって、今主流がゴルフはフックグリップだというような形で少し手をねじって持つような傾向が強まっていますが、これはやりすぎてしまうと左腕がねじれすぎて、どうしても右肩が下がりすぎた右手の持ち方を誘発してしまいやすいです。ですので左手の親指が1本入、左手のグリップの中に親指が1本入っているようなぐらいの感覚で掴んでいただいて、左手のグリップは握れるように心がけてみてください。今度は先ほどの前の状態です。前の状態はこの今イオミックと書いてあるこの線、この線の真上に左手が来るようにしましょう。いわゆるフックグリップといって、このように手がねじれているグリップ、ウィークグリップといって、こう左手の甲が下に向いているような形、このような形で名前がついていますが、基本形としてはこのメーカーのロゴなどがついている場所にまっすぐ親指が来るように基本的には握りましょう。そうすることによって右手がしっかりと上に入ってくるグリップを作りやすくなります。どうしても左手が右側の体の右サイドの領域を犯していくと、右手が持つ場所がありませんので、必ず右手が持てるのはグリップの下の方になってしまいます。そうすると右手左手がねじれて持ってしまったり、ねじれることによって体自体もねじれるような形になってしまって、グリップのせいでアドレスが歪んでしまいます。このように左手がねじれたような形を取ると、このように極端に右手が下になって肩が下がっているような形になります。逆に左手が下になって右手が上になりすぎれば、体が左に傾いているような形が後ろから見てわかるかと思います。ですので基本形としては左手の親指はまっすぐ、そしてグリップのライン、このグリップのラインに右手が入ってくるような形が正解です。左手はこのグリップの今青く見えているラインから出っ張らないような握り方をしたいです。このように出っ張ってしまうと、この部分が右手が入れる領域を犯してしまいますので、右手がしょうがなく下の方を持つような形になってしまいます。ですので注意点としては、左手はメーカーのロゴに基準まっすぐに持てるようにしていきましょう。次に右手です。右手の注意点はどちらかというと、ゴルフクラブを持つという側面、もちろん指がやはりこのように右手も持っていきますので、右手がクラブを持つという側面もあるのですが、基本的にはこの手のひらがほとんど浮いたような状態になっていますので、イメージとしてはこの左手をしっかりと持ってあげるっていうような意識を持つと良いです。左手が道具と考えると、このクラブという道具と左手という道具を右手がこのように掴んでいるような形を取れると良いです。でしっかりと左手を持っているような形になると、このようにマークのロゴより親指の位置が左側に来て、だいたい親指と人差し指の間がマークに向いているような形になります。でアドレスなども見ていただくと分かるのですが、手首のこの袖の位置しっかりと揃っているのが分かるかと思います。右と左の左右差がつきすぎると、このようにずれてしまって体が歪み始めてしまいますので、右手はしっかりと左手を持って手首と手首がしっかりくっついているような状態をまずアドレスで取れることが大切です。そうすることで左右差のないアドレスを取れるようになりますので、その辺を注意していただければと思います。
れてくるとそうなのですが、どうしても手というのは疲れてくるとねじれてきたり開いてきたりというところで、ゴルフクラブが開いどうしてもこのように重心が右側にありますので、右手が少しこのようにかぶっているような状態で持っていればいいのですが、どうしてもこの重心が右にあることでこのように左手を甲を上にして右手も下からこのようにクラブを持っているような状態の方が楽に感じてしまいます。そうするとそのクラブをこうねじってそれを戻していくっていう使い方が半永久的に癖になってしまいますので、なるべくこの重心が右にあるゴルフクラブをしっかり右手で押さえ込んであげているような形でクラブをこのようにしっかりロフトを起こして使えるような右手の持ち方になると、右手の使い方はこのようにハンドファーストといってロフトが立ってくるような動かし方ができますので、まあ、注意点としては最初でフックグリップというのも多少だったら大丈夫なのですが、あまりこのように左にねじってこのように下から握っているような形を取るとインパクトでこのように手で少し返して捕まえに行くような動作をしてしまいますので、基本的にはまっすぐ持って右手がしっかりと左手を持っているような形、手首が揃っていてクラブを動かすのではなく右手が左手を押していくような形を取れるようなグリップを最終的に取っていただくことが大切になりますので、注意していただければと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにグリップをしっかりと握って打てることによって、グリップがいいということはそのスイングとグリップというのはかなり関連していますので、正しいグリップができるイコール正しいスイングができる、もしくは正しいグリップをしようとすることで正しいスイングの方向へ向かっていけるというような形があります。ですのでその今回やったグリップというのはもしかしたら人によってはすごく握りにくいとか握れないっていう状況が多くあるかと思います。ですのでそういう場合というのはスイングがそのようなグリップを拒否していますので、スイングの方を直していくことによってグリップがいつか気づいた時に握りやすくなっているっていうようなことがあるのがゴルフスイングの面白いところだと思います。ですので、無理に直せなくてもこの形に向けてグリップをするっていう意識を持っていただくだけでも効果がありますので、無理して無理やり打てないのに持つっていうよりはそれに近いような形でなるべく持っていただいて練習などで試していただければと思います。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。本日は叩けるボール位置ということで基本的なボール位置についてのお話です。この動画を見ていただくことで正しいボール位置が分かって効率的な打撃につながってきたり、あとは安定したアドレス、そして同じスイングがコース上でできるというメリットがあります。ですのでボール位置をしっかりと覚えていただいて、そのボール位置に構えられるように練習していただくことで再現性の高いスイングを覚えることができます。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報、主にアマチュアの方に分かりやすい体に優しいスイングだったりシンプルなスイングを日々配信しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。それではゴルフスイングをする上で、大事なボール位置についてなのですが、まずボール位置を決める前に何がゴルフスイングで大切かというと、体の動き、体が右から左に回っていく、こういうボディーターンと言われていますが、体が右から左に回転している、右を向いて左を向いているという動作があります。でこの動作が基本になっていますので、ゴルフスイングというのは必ず足2つに体重が移動していくような形でスイングを行うのが通常です。仮に体重移動せずに回転をしてスイングすることができますが、そうするとこの上半身の背骨だけをよじったりねじったり、もしくは腕の動きだけを使って打てば体重移動せずにボールを打つことはできますが、現実上足を使わずに上半身と上だけのねじりで行うと、体が疲れてしまったり足の力も使えませんので動きに力が出なかったりっていう症状になります。ですので必要なのは体をしっかりと回転して打つということがゴルフスイングでは求められます。ですので通常のスイングをする上で重要なのが、右から左に回転をしているということと、
右から左に体が動いているので、必ず体重移動といって体の重心だったり重さが右側に移って左側に移っているというのが回転とセットで行われています。ですので体重移動をしに行くというよりは、回転をしていれば必ず右から左に体の重さというのは移っていますので、体重移動をしないスイングというのはこのように上半身だけをねじれば可能なのですが、必ず体ごと足や下半身を使って体を右に向けていくと、その上に乗っかっている胴体は右左右足左足と移っていきますので、まずゴルフスイングの基本は回転運動と体重移動ということになります。次に回転運動によって体重移動が行われているということが分かりました。ですのでボールを打つ際に一番体重がかかって強くボールに当たりやすい、エネルギーが伝わりやすい場所でボールを打てるようにしていった方が、ゴルフボールというのは飛んだり自分の力を使わずにボールにクラブのエネルギーを伝えたりということができます。ですのでそれはどこかといえば、自分の体の重さも右から左足に移っているとき、その状況を狙ってボールが当たるようにしていった方がゴルフスイングというのは効率よくできます。で、他のスポーツとかでもそうだと思うのですが、左足に乗っているとか軸足に乗っているという言葉があるように、自分の体の重さがしっかりとかかっているときにエネルギーを同じ方向に動かした方がボールの出力というのは出たり、無駄な力の逃げっていうのを少なくなりますので、そのような形が良いかと思います。ですのでゴルフスイングにおいて右から左に動いていくという動作ですので、右足から左足に移っているとき、この時にインパクトを迎えられると一番力強いのではないかと思います。サッカーでキックをするときも考えていただければ分かりやすいのですが、左足、こちらの場合だと今左で蹴るので軸足が右足なのですが、体重が乗っている場所で蹴った方がボールに力が伝わりやすいのが分かるかと思います。手前で体重が乗せられないところでこのように蹴ってしまったり、行き過ぎて体重の後ろで打ってしまったりすると足が詰まってしまって蹴れなかったりっていうところなので、なるべく体重が前に乗っているところでボールを蹴った方が力としては伝えやすいのではないかと思います。サッカーの正しい蹴り方は少しわからないのですが、あまり乗っていなかったり前に突っ込みすぎてしまっていたりっていうところで、自分の体重の場所がずれているような形で力を出してしまうと、今のように効率が悪いような形になります。次にゴルフスイングにおける体重が左に乗っている乗りやすい時間というのがあります。それはだいたいテイクバック、バックスイングをしっかりと右に乗せて体が右を向いて、体重が乗っていると仮定したならば、腕が降りてだいたいグリップエンドがボールに向いている時間、見た目で言えば腰のあたりに降りてきてクラブが立っているような位置から腰のあたり、このあたりで左足に体重が移っているというのが大体の正しい体重が乗っている時間になります。ですので体を右左と通過していく間にゴルフは打ちますので、打っている時は体の位置は最初構えたアドレスの位置よりは少し左側に移動しているということになります。ですのでボールの位置もだんだんと答えが出てきたのですが、どのクラブにおいても基本としてはボールの位置はしっかりと体の向き、そして体の体重移動ができているという仮定があるならば、ボールの位置というのは体の中心より左側にあるというのが正しいボールの位置になります。このように右足から左足に体重を乗せていくと、クラブを下ろしてだいたいグリップエンドが下に向いているあたりか、腰と平行な高さにクラブが来ているぐらいで左足に体重というのは乗ってきますので、インパクトは瞬間なのでそんなに動作として分かりにくいですが、ちょうどクラブが降りてきた時に左足の体重が一番かかっている時を
迎えているのがいいということになります。ですので基本的には左股関節もしくは左の耳とか左の胸とかっていう左サイドの自分が分かりやすいパーツの左の位置にボールの位置は固定していただくことが大切です。ですのでこの左足かかとの延長線上にボールの前が来るような形で構えていただいてアドレスする、これが正しいボールの位置になります。そうすることで体重が乗った時、正しくもし乗せられていればちょうど乗った時に体の正面がボールの位置に来て体重の乗ったインパクトをすることができますので、左足に体重が乗った時のインパクトができますので、左足のかかと、まあ覚え方はご自身で左股関節に置くでもいいですし、左の耳でもいいですし、自分の覚えやすいような位置、ただいずれにせよ体が右から左に移っていって体重が乗った時にインパクトしたいですので、ボールの位置は左サイドにあって体重がこのように左足にかかった時にちょうどボールを打てるようなところが叩けるボール位置になります。次にクラブ別のボール位置についてです。でクラブ別のボール位置、諸説あるのがボールの位置を統一するのか、それともドライバーは左足かかとの延長線上、そしてそこからだんだんと右側に短くなるにつれて寄せていくという方法論があります。ですが私はどちらかというと最初の基本はボールの位置というのはあまり変更せずに常に先ほど言った同じインパクト位置で打っていただくというのが基本になるのではないかと考えています。ボールの位置というのはこれ5番アイアンなのですが、左足かかとの延長線上に置いていただいてこのように打っていただくことで先ほど力が入って叩けるインパクトだというお話をしました。ですがこれ短くなってもサンドウェッジであっても左足のかかとの線上の位置に置いてこのように打っていただくことで左足のところに体重が来た時に打てるようなアドレスになります。ですので短いからといって右に置く、長いからといって左に置くっていうようなことはしない方がいいと考えています。でそのイメージとしては今このように2つ野球のバットを用意しました。こちら短さと長さがかなり極端に違うものなのですが、長さが違うものであってもインパクトのイメージというのはこのように角度が同じ当たり方をするようにボールを打ちます。短いものを打った時と同じで距離が離れているだけで同じインパクトポイント、このように根元に当たってしまったり先が出て当たってしまったっていうよりは同じような形のインパクトポイントを取った方が長さに関係なくこのようにボールをしっかり捉えることができます。ですので同じように打つとしたらこう手前で打ったり先で打ったりっていうようなポイントは複雑になってしまっていろいろ種類が増えてしまいますの でゴルフスイングにおいては傾斜だったり風だったりっていうところで微妙にボールの位置を動かしたりします。ですので基本のボールの位置っていうのはある程度自分でまず初めに決めておいてそこから少しずらすっていうような形を取ってもらった方が基本的な練習もしやすいですしコースでの変化をつけるのにもいいのではないかと自分は考えています。ですので長くても短くても左足にちょうど乗った時にボールをこのように捉えていけるようになるといいです。フェアウェイウッドであっても同じかかとの位置に置いておくことによって同じようにスイングすることで同じインパクト感でスイングの崩れにくいイメージがつきます。ゴルフスイングの軌道があるとしてこのまま動いていかないと最終的にヘッドというのはここに落ちてしまいますので必ず体重移動が必要ですので体自体が左に移ることで円の手前でしっかりと打てる、これが上から打つのにも重要になりますので体重移動というのは必須ですのであまり右に置いてしまうと円の
手前で空振りしているような状態になりますので、自分で手で伸ばしてしまったり、ここから急激に落っことしてしまったりっていう動作をしますので、このまま体重も移動して上から入っているような状態を作れると、ボールにしっかりとコンタクトしますので、まず体重移動がありきで考えてもらって、その自分の体重移動の入る場所がだいたい左足に入った時に打てると一番ちょうど良くなりますので、まずその左足にポイントを自分で決めていただくというのが一つ。そして最後に、その全部同じ位置でなるべく打撃ポイントを一定して打つことでスイングを揃えていく。そうすることで安定した叩けるインパクトが全てのクラブで統一されてくると、さらに何パーセントか気持ちよく振れるということになりますので、その分もまた飛距離として恩恵を受けられるのではないかと思います。逆にボールの位置をバラバラにすると、やれショートアイアンでは右で打っていた、そしてドライバーでは左で打っていたっていう当てる場所もかなり違って複雑化してしまいますので、ぜひその合わせも少なくなるように統一してしっかり練習していただくっていうのをぜひチャレンジしてみてください。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにボールの位置をしっかりと一定して、で同じようなポイントで力を加えることで14本のクラブの動きが体で揃ってきます。そうすることで同じ位置にしてしっかりと同じポイントで同じ体重配分のところで打てるようになってくると、ゴルフ中同じ動作でスイングをしてラウンドを続けることができますので、安定した力を供給できることができます。そうすることによって崩れにくいスイングだったり、同じような効率の良い打撃になって結果的に安定してくるという形になります。ですので、ボール位置を私は統一してもらった方が、まずは基本としてスイングを作っていく上で大切ではないかと思っています。久々にボールなんか蹴ったので、ちょっと足がおかしくなりそうで、ちょっと怖かったです。やっぱりサッカー選手ってすごいんですね。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。本日はドライバーの5つのポイントについてお話ししていきたいと思います。一通り前習いのスイングで、テイクバック、バックスイング、そしてダウンスイング、フォローとスイングの一連の流れが終わりました。ですので今回はドライバーの5ポイントをチェックしながら練習していただければ、さらに前習いの意識でスイングがゴルフスイングらしくできるようになると思いますので、ぜひ注意して見ていただければと思います。この動画ではドライバーが苦手な人、それからドライバーが曲がりすぎてしまう人、あと飛距離が足りない人なんかにもおすすめなので、ぜひ見ていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。まずドライバーで飛距離アップするために、前習いをした動きで考えていくと、一番の目的は前習いをすることによって何が良いかというと、前習いをして腕の位置関係をしっかり体の正面に置くことによって、足が動かしやすくなって体の回転が最大に取ることができます。で、この時体の回転を最大に取る上で重要なことが、この腰と肩の回転を両方最大限取れるということが大切です。皆さんの考えだと捻転差という考え方があるので、腰を少し回してそこで肩を角度差を作ってどんどん回していくというような形を取ろうとするのですが、これをやるにはかなりの柔軟性とあと筋力が必要になります。ですので私自身がおすすめするのは、腕と足をしっかりと使って、腕と足のバランスにおいて体の向きをしっかりとって体全体が回っているスイングをすることで、ドライバーの飛距離が伸びたり体全体が動いているということは、クラブフェイスの動きも体で動いた分で移動していくので、安定することによって効率が良くなったり安定性が増したり飛距離が伸びたりっていうところになります。ですので必要なことは、この腰と肩の回転を最大限、多少人間なのでズレは出ると思いますが、肩だけを回していくような形を取るのではなく、下半身も上半身も同じ分量をしっかり回していくということが、これが飛距離につながります。ですので前習いをして腕を上げていくことによって、腕のこの二の腕2つ、上腕の動きとこの足の太もも2つが連動しますので、その2つをしっかりと前習いをしながら
後ろに向けていくことでしっかりとしたパワーがたまって打撃エネルギーが強くなります。どうしても肩だけを回転しようとすると硬い人なんかはこのようにクラブが上がらずにそれ以上ねじろうとすると起き上がってしまってリバースピボットだったりそのまま腕を上げずにねじっていくとクラブだけが後ろに抜けることによって体が傾いたスイングになったりっていうところになります。ですので肩だけをねじってこのようにやろうとしても硬すぎて動かない人がほとんどではないかと思います。ですのでしっかりと前ならえのような形で腕を上げるのと足が動くのを連動させることで腰の向きそして足の向き胸の向きが最大限に後ろ向きを取ることができますのでそうすることでしっかりとボールに負荷を伝えられるスイングになります。ですので前ならえをしてこの二の腕の動きそして太ももの動きこれを合わせてもらうことで最大限のバックスイングのパワーを作ることができますのでドライバーなどはぜひ気をつけてみてください。2つ目に腕のポジションについてです。前習いの時にこのように前習いとはこの肩の位置に腕を上げていくことで体を回せるというお話をしました。でゴルフスイングの唯一の形としては右肘が90度曲がっていきます。でこの90度曲げていく形を本来は意識的に作っていくことでトップを作れた方がシンプルにトップを作ることができます。ですが右腕の上腕が上がっていない右肘の曲げ方をするとどうなるかというとクラブヘッドだけが奥に入り肘が下がっていってクラブが寝るといってクラブが遅れやすい状況を作ってしまう場合があります。ですのでそういう方にも向けてまず前習いをすることでこの二の腕2つのバランスがしっかりと上がっていく上腕が動くために前習いをしていただきました。ですのでドライバーを打っていただくときに意識的に最大限前習いをして自然に肘が曲がっている場合はそのまま前習いの意識でボールをこのように打っていただければ動画などで確認して打った場合に右肘が自然に曲がっていればそれで OK です。でチェックポイントとしては左の肘より右腕の方がそして右肘の方が高いような状態を保たれていれば上から下に力を伝えることができますのでそのような方は右肘を意識的に曲げる必要はないのかもしれません。右肘を曲げた時に注意点としてはやはり右肘が下がってしまう人です。下がってしまう人は右肘を曲げずにそのままどちらかというと左腕の運動量が多くなっている場合がありますので右腕をそのままもう吊り上げているような意識左腕より右腕の方が上がっているような意識を持って前習いをすることが大切になります。まあ、基本的にはスイングをしていくと単純に右肘というのは勝手に曲がっていってしまう場合が多いので前習いのような形で結果的に肘が曲がっている方はそのまま前習いの意識で行っていただいてもいいです。逆に右肘を曲げていきたいようなタイミングの人はその前習いの流れを右肘を曲げることでトップを作っていくような形を取れると体の回しと腕の動きの連動がより右肘だけで管理できるようになりますので右肘を曲げるのがやりやすい人は右肘を曲げて前習いから右肘を曲げる形に移行していただければよいと思います。右肘を曲げて右肘が高い位置にあることで上からボールを叩いていくことができますのでよりボールに上から強い力を与えることができます。次にダウンスイングについてです。ダウンスイングは前習いの位置から腕をこのように落としてスイングを作っていくというお話がありました。ですのでドライバーも前習いをそのまま万歳してしまうぐらいの気持ちで腕を前習いの位置より上げてしまうような気持ちで上げていただくとより腕の重さが落ちてくるのを
使えるようになりますので、そのような形で万歳まではいかないですが、腕の位置を大きく上げて、その重さでしっかりとスイングをしていただくことでダウンスイングの重みを使えます。実際腕をすごく高く上げようとしても上腕というのは割と上がりませんので、なるべく前習いの位置をしっかりと取って、腕の重量、そしてクラブの重量をしっかりとダウンスイングに使えるようになるとスイングスピードを上げることができます。ですので皆さんよくこのようにテコの原理のような感じで上げて、ヘッドの重量だけを上に上げてしまうような方が多いですが、しっかりと腕も前習いの位置にしっかりと上げて、そこからダウンスイングに入れるような意識を持っていただくことで、落下速度が増して、落下速度を回転の中につないでいけるようになると、さらに回転して大きなフォローを取って、ドライバーが飛距離も出たり手で打ったりっていうことを少なくして、安定した飛距離の出るドライバーショットになりますので、ぜひドライバーも前習いを大きく上げて、その重みで下ろしていくような形を練習してみてください。次にインパクトです。インパクト、ボールに当てに行く軌道です。でこのボールに当てに行く軌道は、ドライバーだといわゆるこうアッパー軌道、下から上にボールがすくい上げられるような形でボールが上に飛んでいるというようなイメージがあります。これは正解ですが、もともとドライバーというのはクラブの長さがすごく長くて、このように後ろに重りがかかるような形状になっています。ですので何もしなくても自然に後ろに重量がありますので、このようにクラブが傾くような構造があります。でクラブが長いので、アイアンと違ってこう上から入ってくるというよりは、少しなだらかにクラブが入ってきて、なおかつこのように上にロフトが向いて打ち出しを高くしてくれるような効能があります。ですのでインパクトのイメージというのは、このように後ろから入ってくるときに自分でアッパーに打つっていう考え方ではなくて、ロフトが立ってボールの上にこのように入ってきているような形を取ってもらうと、自然に入射角がシャフトで緩くなって、ヘッドの重みがあるので後ろが倒れてきて、結果的に薄いアッパー軌道とかになってくれるのが理想です。ですので自分であまりこのようにしゃくっていくような動きをするのではなくて、ドライバーもインパクトではこのように上から捉えていくような形を意識していただいた方が、強いボールが出て結果的に球が上に上がるような形になります。ですのでドライバーであっても上から押さえていくような形をとって、ロフトを立てて打つイメージを持ってもらうと、飛距離が伸びたり安定したりというところにつながりますので、ぜひやってみてください。最後にフォローです。フォローはやはり大きく長く取れる方が理想です。ですのでどのようにしたらいいかというと、まず前回フォローの動画でやったように、落下してすぐ腕を前習いの位置に上げていくことで、腕が長いうちに見えるような形を取ることでスイングアークが大きく見えます。このように合わせて振って、ヘッドを振ってしまうと、シャフトが短く見えるときにフィニッシュを迎える、フォローを迎えることでスイングがちっちゃく見えてしまいます。ですので前習いの位置からアドレスの位置に下げる、上げるというイメージで、このように高く腕が見えているような状態ですスイングしていただくことが大切です。でそのような状況で考えていくと、フォローは上から重さで落ちていきますので、そのまま即座に垂直になるべく近い状態で抜いていくような形を取ると良いです。フェイスの開閉というのは私自身はしない方がいいと考えていますので、フォローでフェイスの開閉がないスイングにしていくには、一番重要なポイントはクラブをいかに垂直に近い状態で抜いていくかというのが重要になります。クラブが垂直に抜けていれば、返しているか返してないかは関係なくフェイスの動きの量というのは少なく、物理的に少なくなりますので、なるべく垂直に近いようなフォローをこのように取れるように
意識して練習していただくことが大切。よく左に振るというような動作もありますが、このように左に振っていくと一見斜めで綺麗に見えますが、フェイスがすごく返ってしまったり、ボールとの衝突が擦れてしまったりというような状況を生みますので、なるべく垂直にスイングをしていただくことが大切です。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにドライバーも前習いの意識から振っていただくことで、意外と普通の見ているようなスイングになってきます。最初は前習いの位置がおかしいようなイメージを持たれるかもしれませんが、ゴルフスイングというのは見た目と実際行う動作というのがかなり乖離している部分があると自分は思います。ですので不自然であってもいい位置を捉えながらスイングを行っていくことで、結果的に動きが滑らかになってくれば、ゴルフスイングらしい見た目のようなスイングになってくると思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信しています。主にアマチュアに向けた体に優しいスイングだったり、シンプルにスイングできる方法を配信しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティージングプロの坂本龍南です。本日はフェアウェイウッドの基本についてです。どうしても皆さんフェアウェイウッドというと少し大きくて丸いので動かしにくかったり、クラブのシャフトの長さも長いので振りにくかったりっていう印象があるかと思います。ですがフェアウェイウッドの形状を理解できれば、その動かし方というのがイメージがつきやすいかと思いますので、ぜひこの動画を見ていただければと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報、主にアマチュアの方に体に優しかったりシンプルにスイングできるような方法論を日々配信しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もよろしくお願いいたします。まず最初にフェアウェイウッドとアイアンの違いについてです。で、一番簡単な違いをお話ししたいと思います。アイアンというのはもともとロフトが寝ているものが主に多いのではないかと思います。で、大体皆さん5番アイアン6番アイアンのあたりまでアイアンを使って、その上はユーティリティだったりフェアウェイウッドっていう流れになるのではないかと思います。ですのでロフトが立てば立つほどウッドに近づいていくということになります。で、それはなぜかというと、アイアンというのはロフトがあれば上がる必要が他の機能でなくて、ロフトで十分ボールが上がってくれます。ですのでこのように形状としては後ろが薄いような形で、重心が真ん中寄りにあることによってクラブヘッドが立ちやすいような作りになっています。で、変わってこれ2番アイアンなのですが、2番アイアンって聞くと難しいっていうような印象が皆さん感じられるのではないかと思います。これは正解で、その難しさの原因って何かっていうと、ロフトが立っているのにこの重心も浅いので、立った上に立ちやすい形状のアイアンなのでボールが上に上がらないという傾向がこのロングアイアンには出てしまいます。で、その上がらないというところが皆さん難しいと感じる部分です。ですのでこのようにロングアイアン、ロフトが立っていて重心が浅くなってくると何が難しいかというと、ボールをこのように打った時に球を上げるのに、その個人のパワーだったりスピードで浮力をつけなくてはならないので、ロングアイアンは難しいということになります。2番アイアンはやはりこのままロフトがすごく立っていて、なおかつこのように上から入れていくとそのままボールが上がらないような球筋になってしまいますので、威力は出てもキャリー、こう空中に浮く感じが出ないというところになって、結果トータルの距離が出なくて難しいということに。出てくるのがフェアウェイウッドなのですが、先ほどの2番アイアンとほぼ同じ角度のものです。だいたい17度ぐらい、5番ウッドです。ですので5番ウッド、先ほどの2番アイアンとほぼ同じような角度で
作られているのですが、このように後ろがかなり出っ張っています。ですのでこの出っ張っていることによってこの後ろに重心があるので、このような形でインパクトの時にクラブがボールの下に入ってくれるような形状を、この重さが担ってくれます。ですので普通にこのようにスイングすれば2番アイアンよりボールが上がりやすい印象があります。2番アイアンですとどちらかというと球が上がらずに強くは飛んでいきそうなのですが、ボールが上がらない気がします。ですのでフェアウェイウッドはこのようにボールを上げてくれる機能に特化した道具ということが分かります。サンドウェッジとこのフェアウェイウッドを比べていただくと分かりやすいのですが、このサンドウェッジはバンスが出っ張っているというお話をしました。そのためにロフトを立てていかなくてはならないというようなお話をして、それが入射角につながってきますというお話をしました。で今度このフェアウェイウッドを見ていただくと分かるのですが、フェアウェイウッドは上に逆に反り返ってるというか、地面を水平と考えると後ろの後方部分のが上に浮いているのが分かるかと思います。なのでフェアウェイウッドというのはこのクラブが垂れても逆にまっすぐになるように作られています。ですので重りがかかるので必ずこのようにクラブは垂れてくるように作られていますので、人間が自分で滑らせたり緩やかに入れる必要がなく、勝手にクラブが垂れて緩やかに入ってくるようにできているのがフェアウェイウッドです。ですのでフェアウェイウッドもアイアンと同様に同じようにロフトを立てて打つ意識は変えずにクラブを進めていくことで、アイアンはアイアンなりのその重心で下に入りにくい状況を作ってくれて、フェアウェイウッドは重さでボールの下に入ってくれるような状況を作ってくれます。ですのでフェアウェイウッドでも下からこのようにしゃくっていくような動きをしなくてもボールを上げてくれる機能がありますので、アイアンの打ち方同様ボールをしっかりと押さえつけていくような、しっかりとロフトを立ててスイングしていくことを意識しながらスイングしていく必要があります。このように緩やかに自分で入れていくのではなくて、手元から先に入ってロフトを立てた状態を続けて入ってくる角度をクラブの長さに任せてスイングすることで、正しいアイアンと同じような振り方をすることで勝手にクラブがボールを上げてくれるという状況が生まれますので、ぜひその辺を考えて練習していただければと思います。そうすることでアイアンの練習がそのままフェアウェイウッドに生きるスイングになりますので、構造上このヘッドや、あと今回は説明しませんでしたが、クラブが長いことによってフェアウェイウッドというのは緩やかに入ってきますので、自分自身のスイングはアイアンと同じような形で打っていただくということが大事だと思います。このようにフェアウェイウッド、アイアン、サンドウェッジと3種類別々で打っていますが、同じようなスイングに見えるかと思います。同じように振ってもクラブの長さだったりロフト角によって高さ、そしてボールの球筋が変わってきます。テイクバック、そしてバックスイング、トップと、そこまでフェアウェイウッドが少し奥に行っているような形はありますが、ほとんど同じぐらいで、インパクトの形も
ほとんど全て同じような形ではないかと思います。でフォローの形もほとんど一緒に体と抜けていくだけで、スイングしてボールを拾いに行く体勢までこのように一緒ですので、ゴルフスイングというのは揃えようと思えばこのように人間の動きは揃えることができて、クラブが弾道を変えてくれるという状況になりやすいのではないかと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにフェアウェイウッドというのはヘッドが大きくなって重心が後ろに下がって、ボールを上げるために機能が付随してついています。ですのでその機能があるのに自分自身で上げようとしたり無理やり振ろうとすると逆にその後ろの重さというのが邪魔になって、打ちにくくなってしまうというところがあります。ですので、ロフトを立てて打つというのはアイアン同様同じ動作で、そのあとは機能がボールを上げてくれるというような、いわゆるロフトがちゃんとボールを上げてくれるというような状態にフェアウェイウッドももともと作られていますので、その機能を信じて打てるようになるとアイアンのスイングでそのままフェアウェイウッドも打てるのではないかと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を日々配信しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。本日はダウンブローについてです。ダウンブローとはボールを上から捉えて打つことです。ゴルフスイングは下から打ってしまうと力が空に逃げすぎてしまってボールが飛ばなかったり球が上がりすぎてしまったり、空中で風の影響を受けすぎたりというデメリットがあります。ですのでダウンブロー、いわゆる上からボールを捉えることで効率の良い打撃、そして球筋が低くなったりっていうメリットがありますので、ぜひダウンブローを覚えていただくことでアイアンもしくはドライバーに良い影響を与えてくれます。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報、主にアマチュアの方が優しいスイングだったりシンプルなスイングを覚えるために日々動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もよろしくお願いいたします。まずダウンブローについてです。ダウンブローの手の動きです。手の動きはこのようにやはりハンドファーストといって手をクラブヘッドより前に出して打つことが重要になります。でその時はやはりロフトを立てて振り子のように振らずにというのは、前回やその前の動画でもお伝えしたようにロフトというのは立てながら使えた方がクラブが上から入ってきます。でその時に重要な点が、上げた軌道、このように円で上げた軌道より帰り道が内側を通ってくる、割と短い距離で入ってくるような意識を持ってクラブを動かしていくとダウンブローになりやすいです。上げた軌道より外側を降りてくるような形で回り込んで回り込んで降りてくると、このようにボールの下に入ってしまうような、すくってしまうような動きになります。ですので上げた軌道より上の軌道を通ってダウンスイングするような形で手を前に送っていくことで、このようにダウンブローになります。練習方法としてはこのように障害物か何かを置いて目安にして、クラブが垂れないように入ってくる意識を持つと良いでしょう。意外と皆様手首の角度が変わってしまうと、この戻ってくる角度が変わって手前の方から入ってきてしまいます。ですのでこういった障害物に当たらないように手首の角度が、主に右手首の甲側の角度、この角度が深まっているような形でボールを捉える形をとって、なおかつこの軌道が上げた軌道より内側のラインを通ってくるような形をイメージしていただくとダウンブローに打てるようになりますので、ぜひ上げた軌道より内側を通っていくような形を取るといいでしょう。そのためにはグリップの位置というのが、最初に構えた位置よりインパクトの時にかなり前に出ているような形、そして右手首の甲側にこのグリップが出た移動量分ヘッドの重みがかかってヘッドが少し遅れているような形が自然にできるように
素振りなどで癖をつけていただくことでロフトを立てた、ダウンブローに近づいていきますので、ぜひ、練習してみてください。次にダウンブローのための体の姿勢です。ダウンブローのために必要なのが体の回転です。体の回転をこのように右に揃えて、まあ、前回の動画にありましたように捻転差を作らずにというお話があって、体のラインを全部右に回していきましょうというお話をしました。体を右にこのように回して全部がだいたい揃っていると膝、腰、肩、この3つのラインがこのように斜めに少しなっているのが分かるかと思います。でこのラインが右肩より左肩が低い、右腰より左腰が低い、右膝より左膝が低いというわずかな差ですが、この角度がどこで平らになるかというと、体が戻ったアドレスの地点がこのように平らになります。で平らになった後前傾姿勢があるので必ず回転をしていけば左側のサイド、左肩より右肩、左腰より右腰、左膝より右膝というように右側のサイドが逆に低くなって左側が上がっていくというような構造になります。ですのでまず大切なことはこの右側の深さをしっかり取る、これが大事なことです。そうすることで右側が高い間の間が作れます。この右側が高い間が戻っている時がダウンスイング時間です。ですのでこの右側が深ければ深いほどダウンスイングをしている時間というのは増やせますので、力が入りやすい時間が増えたり力を出す質量が増えたりっていうところになりますので、まずはこの体を右側に向けて全部同じような体勢で右のサイド側が左のサイド側に対して高い、これがダウンブローの条件になります。どちらかというと皆さんこのように上から下に下ろすという条件は思い浮かべやすいのですが、この体の右側に対して左側、左側に対して右側というダウンの意識が少しイメージしにくいと思いますので、なるべく右側のサイドは高い状態、例えば体全体が回っていてもこのように肘が低すぎるような状態を取ると一人でに右肘だけが後ろ側に行こうとして他の全てのパーツが左側に行こうとするというような力のかかり具合になります。ですので右肘もある程度高い状態のまま体の左サイドが低い状態に準じてダウンスイングができるようになるとそれがダウンブローにつながります。で仮にダウンブローで力を入れると考えるのはどうするかというと、この右を向いてこのダウンの時間に力を入れましょう。ですので手打ちとかになっても構いませんので、この右を向いて一番体が戻ってくる最中に自分の力を、腕でも構いませんので腕を使ったりしてクラブを押さえていくように下ろしていく、まあ、落下の力を使って下ろしていく、それも使えるのがその体が右に向いて体に対しての力を入れやすい時間というのがその体が右を向いた時しか発生できませんので、このように体が開いていった瞬間にもう下への力というのは使えなくて、あとは上に振り抜いていく力を使うしかありません。ですので上に振り抜いていく力というのは当たり前ですが上に力が逃げてしまいますのでボールが飛ばしにくい構造になります。ヘッドスピードが潤沢にある場合は、飛ばせるかもしれませんが、なかなかそのようなヘッドスピードというのは皆さん出せなくて、大変な思いをしていると思いますので、ヘッドスピードをしっかりと出した分が力になるような場所で力を出す、それがこの右側に向いて右側の場所で力を出しているようにしてみてください。それがダウンブローにつながります。次に体重の乗り具合です。体重が
乗っていく時の感じでダウンかアッパーかが分かります。簡単に言えば体の左サイドが伸びていくような時というのはアッパーです。ですので体重が乗った後は時間的にはアッパーの時間、体重が乗っていくまでがダウンの時間と考えていただければよいと思います。ですので足を踏み込んでいくタイミングというのはなるべくボールをインパクトするあたりで踏み込めるような形をイメージしていただいた方が合いやすいのではないかと思います。どうしてもイメージの中では皆さん左足が先に踏み込んで回転が始まっているというような意識が出やすいのではないかと思います。その方がすごく振っているような感じなのですが、先に体重が乗ってからスイングするというのは乗ってもう上に上がりかけている時に腕を振ってしまっているような状況でしゃくってしまっているというような状況になります。ですのでダウンブローにするということはかかとで言ったらかかとが地面に着地するような時にクラブが腰のあたりもしくはインパクトのところに降りてくる時にスイングができるというのが正しいダウンブローの間合いで打てる左足の感覚ではないでしょうか。ついてからですと跳ねて体が浮いた時にインパクトになってしまうのが実情ではないかと思います。起き上がってトップしてしまったり伸び上がって肘が引けてしまったりというような症状の人は体重移動をインパクトのところに遅らせるように感覚としては調整していただくということが大切になります。まあ、練習法としては足を上げて足のリズムで素振りをしているような形で行っていただいて、クラブが下がった時に左足も下げるというような形でスイングをしていただくことで体重が乗る時をしっかりと感じながらスイングできるのではないでしょうか。どうしても踏み込んでから振るというような形になると時間差がつきすぎて振っている感じは出るのですが、どうしてもバラバラに振ってしまってしゃくっているような時間帯になってしまいます。ですので足が落ちるあたりでクラブも腕も降りてきて、その重さでインパクトに向かってスイングが完結しているような体重移動を意識していただくことでダウンブローとなりますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにダウンブローとはただ一重に上から打てばいいというわけではなくて、いろいろな要素が噛み合ってダウンブローになっているということがわかるかと思います。で、一番大事なのは上から叩きつけているということも大事なのですが、それ以上に体の位置関係、そして体の動いているタイミングなどでダウンブローになる時間もしくはタイミングっていうのがあるということを分かっていただければ良いと思います。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。本日は10ヤード、20ヤード、30ヤードのアプローチの打ち方、そしてその打ち方の基本についてです。で、この動画を見ていただくと、もちろん10ヤード、20ヤード、30ヤードの打ち分けを覚えるだけでなく、アプローチの動きによってスイングのインパクトゾーンの動きを覚えることによってフルスイングの動きにも生かしていくというような内容になって、このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報、主にアマチュアの方に向けた体に優しいスイングだったりシンプルなスイングを日々配信しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もよろしくお願いいたします。まずは10ヤードの動きについてです。10ヤードの動きといえばもうかなりピンまで近い状況で優しく打たなくてはなりませんし、なおかつ緩んでしまうと芝に抵抗があって負けてしまったりっていう場合がありますので、緩まずにしっかりとなおかつ、優しく打てるような状況が必要です。で、10ヤードというのはほとんどパターと同じ動きをしてもらえば良いので、パターのようなイメージ、まずパターのストロークを考えてみてください。で、パターのストロークで気をつけるのはこの最初に構えたこのクラブの線、このクラブの線より必ずヘッドが先にボールに到達してしまうのではなくて、手が先に到達することをこのパターで
まず覚えることが大事です。ゴルフスイングというのはハンドファーストといって、手が先に進んでくることによってヘッドが少し重さで遅れて手が先に進んでくるような形でボールを捉えることで、ロフトが立ってボールの初速が出やすい状況ができて、ボールにエネルギーを伝えやすくなります。ですのでパッティングであっても手の方が構えた位置より先に通過していくような形でボールを捉えていく、これがまず基本になって、まずこの手の動きを鍛えていくことが重要です。このように振り子のようにヘッドを先に振って動かしていくような形を取ると、ヘッドが先に出てロフトが開いてしまったり、それをロフトが開いてしまうことを抑えようとしてフェースを返してしまったりっていうような状況が出てしまいますので、まず根本的にヘッドが運動するのではなく、自分の手が運動したことによってボールを捉えてロフトを立ててパターを動かしていくということを覚えてください。でその動きをそのまま10ヤードでやってみましょう。10ヤードは最初下半身を動かさなくて構いませんので、パターのように手がボールの先に最初に構えたラインを通過するように行っていきましょう。ヘッドが先に通過するのではなくて、手の方が先に通過していくことが大切です。でその時に左手は右手に押されるような形、右手に押されるような形をとってスイングしていただくと、ロフトが立ってボールを緩まずに押さえていく打撃になります。ですので10ヤードは手だけを先に進めることを目的として10ヤードを練習してみてください。次に20ヤードです。20ヤードはある程度振り幅も少し大きく取れますので、割と普通のアプローチをするときに用いられるぐらいの振り幅ではないかと思います。腰から腰ぐらいか、それより少し小さいスイングではないかと思います。でその時に一番注意したいのが、まずゴルフスイングというのは体重がしっかり右に乗って左に乗ってというところが基本で、体が右左回っていきます。ですので最初の体重をしっかりと受けるところを20ヤードで作っていきましょう。で主に大切なのが、右足にしっかりと乗るところを作ってアプローチをしていくということが大切です。右足の上に体重をしっかり乗っけて20ヤードを打っていきましょう。どうしても最初左足体重からというのを始めてしまいがちですが、ゴルフスイングというのは右足左足と体重を乗せていきますので、20ヤードの距離ぐらいで右足に体重を乗せてしっかりと体を回して打てるようにしていきましょう。ですので主にあと体重を乗せる位置なのですが、体重を乗せるのはこの脛骨、どちらかというとこの一番膝の下にある太い骨にしっかりと立っているような形を作って20ヤードを練習してみましょう。だいたいかかとの少し前あたりに置けるとうまく体をバランスよく立てるのではないかと思います。で注意点としては、この頸骨が斜めになってしまったり、この腓骨といって外側にある骨の方に荷重がかかりすぎてしまうような意識というよりは、この頸骨の上でしっかりと体を支える、そして右の股関節骨盤をしっかりとその頸骨の上に乗せるというような意識のもと、20ヤードのアプローチを練習してみてください。そうすることで、次の体を回していくというところに向かってしっかりと足の体重の足場をしっかりと立てることによって次の回転がやりやすくなりますので、まずはこのすねの骨の上にしっかりと体重を乗せたような体勢を作って20ヤードを打っていただくことで
正しい体重移動の初期ができますので、これはフルスイングにおいてもしっかりと足の上に体のパーツを乗せていくという上で重要ですので、ぜひ注意して練習していただければと思います。最後に30ヤードです。30ヤードは割と腰ぐらいの高さのスイングレベルで少し強めに打っていけるような距離ですので、しっかりと体を回す練習をしましょう。でイメージとしては先ほどの頸骨すねの上にしっかりと体重を乗せていますので、その上でしっかりと右を向いていきましょう。で主に右を向いていくのはこの足の上にしっかりと体重が乗っていると、太ももをしっかりと使って骨盤を右に向けることができます。ですのでこの30ヤードのアプローチで体重を右に乗せて骨盤をしっかりともう90度近く回す意識で30ヤードを打っていきましょう。どうしても手打ちといって手だけで上げてこうさばいてしまいやすくなるのですが、もちろん手だけでこのように打って打てるのには越したことはないと思いますが、手だけで打っているとフェース面の管理というのは構造上難しくなってしまいますので、なるべく自分の体が動いた分の運動量でボールをさばいた方が後々確率が良くなります。乗っているところから体の90度から体を回して打てるようにする。これを30ヤードぐらいの距離で乗ったところでしっかりと向けていただくことを練習していただくことで、その後のフルスイングにも良い影響が生まれますので、ぜひこの10ヤード、20ヤード、30ヤードをやっていただければと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。このように、まあ、打ち方自体を10ヤード、20ヤード、30ヤードとこのように打ち分けてほしいというよりは、10ヤードで手の動きをチェックする、20ヤードの時に体重が乗っているかをチェックする、そして30ヤードで体をしっかりと向けてダイレクトにボールを体の回転で捉えられているかというのをチェックしていただくというのが今回の10ヤード、20ヤード、30ヤードの目的になります。そうすることによってフルスイングも同じような形で手が前に出て、まあ、いわゆるハンドファーストと言われる形、体重が乗ってしっかりとボールに体の重さだったりクラブの重さを与えていくという動き、そしてゴルフスイングの大事な体が右から左に向いていく、その過程の中でボールを捉えていくというのがまず基本としてアプローチの動きで覚えられるのではないかと思います。それでは本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。本日は飛距離アップの方法ということで、飛距離アップするための自分が少し飛ばしたいときに行っている方法をご紹介したいと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報、主にアマチュアの方に向けて体に優しいスイングだったりシンプルなスイングを日々配信しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後は実際私が3球ほど打って、いつも少し飛距離の面に関して、こういうスイングでは飛ばないのではないかと言われますので、私自身の、まあ、大体の飛距離を、3球、機械で、このスカイトラックと、フライトスコープといって機械2台ありますので、そちらで測って、検証していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まず1つ目です。1つ目はやはり下半身の使い方になります。下半身を使ってしっかりバックスイングをして体をしっかり回していくことで、飛ばすエネルギーだったり下ろしていく時の移動距離だったりっていうのを増やせますので、まず大きく適正なバックスイングというのは必要になります。
ですので、その時に飛ばしたい時にバックスイングを大きくしてしっかりとした準備を取るということが飛ばす上で重要になってきます。ですので、その時重要なのが足を使ってしっかり回すというところなのですが、もし飛ばしたいと考える場合、やはりスタンス幅があまり狭いよりは少し広めに取った方が自然に体が回った時に体重移動が多くできて、自然な体重移動の分も少し稼げますので、飛距離につながってくれます。ですので、大切なことは体を右に向けるために、少し足を開いてしっかり体を回していくという部分が必要になります。で、もう一つ大切なことは、しっかり足で回していくというところを考えていきたいので、大事なのはこの足の力み感です。足をどうしても回していこうとして力んでしまって回すと、足の筋肉が固まってなかなか体が回っていかない状態になります。ですので、足を回していく時の注意点としては、この太ももの前側の筋肉を自分で触っていただいて、まずアドレスの時に柔らかい状態で、こう揺れるぐらい柔らかい状態を作っていただいて、その感覚のまま回っていただく。で、トップまでその状態で打っていただくというのが大切です。触っていただくと分かるのですが、大体の方が踏ん張って、この大腿四頭筋といって、この太ももの前側の筋肉をすごくホールドしているような形でバックスイングしている場合が多いです。ですので、この前側の太ももをリラックスした状態で回していくことで、しっかりとした深いバックスイングができて、力強く打つことができますので、まずスタンスを広めにして、しっかりと下半身を使っていって回すときに、この右足のこの太ももの柔らかさというのを出していきましょう。もちろんアドレスの時から柔らかいことが大事ですので、自分で触っていただいて、さすったりしていただいて、自分の硬さというのを確認しながらトップを作る練習をしていただくと、リラックスしたバックスイングができて、結果体が回しやすくなって飛距離につながってくれるはずです。2つ目にダウンスイングです。ダウンスイングの時にどうしても飛ばしに行きたいというところで打ちに行くっていう動作をした時に、やはり一番多いのが飛ばしたいと思って体が開いてしまうという場合があります。で、実際は同じフォームを繰り返して同じようにスイングしていれば、スイングができてくると体が開いたりっていう側面は少なくなってくると思うのですが、やはり人間欲が出てきてすごく飛ばしたいって思えば思うほど体がその飛ばしたいという方向に動いてしまいますので、どうしても体が開いてしまって、実際スピードが出ているのにボールへのアタックが悪くなって薄い当たりになってしまうという場合が多いです。ですので、スイングをしている際、このようにバックスイングをしてダウンスイングに入るときに、どうしても上半身が飛ばそうと思うとボールの方にすぐ正対してしまいますので、意識としてはこの前傾角、横から見た形でいくと、少し頭の位置が右に来ていれば、この骨盤の位置というのはこの前傾した角度と同じぐらいの角度になっているはずですので、この角度をキープしてダウンスイングの時も、どちらかというとその自分が向いている方向に倒れていくような意識があると、前傾姿勢が維持したままボールに向かいます。このようにせっかく少し体が懐があるような状態から上半身だけを動かしてしまうと、このようにこの腰のラインが伸びてしまって、これは前傾を失っているというような形になります。ですので、ダウンスイングを下ろすときは、どちらかというと右足側に少し体が倒れているような意識を少し入れてダウンスイングに入れると、体が開いてしまうのが防止できるのではないかと思います。あとは後ろの映像でいくと、体を回したときにどうしてもボールへの意識が強くなって、背骨が後ろの画面でいうと左に倒れてしまう場合があります。ですので、飛ばしたい時ほどボールへの執着心が出てしまいますので、自分自身の考えだと、右足にトップが来た時に背骨をしっかりと右足の上に全てきれいに乗せているような状態を作って、トップを作ることでしっかりと右側でダウンスイングをしていくことができますので、ダウンスイングの手前の注意点としては、背骨をしっかりと立てること、そしてこの前傾姿勢のままダウンスイングに入るっていうことが、飛ばすためには重要ではないかと思います。
で3つ目です。3つ目の意識はボールへの執着心を消していくという方法です。ボールへの執着心を消すということは、ボールを見てしまって、捉えに行くというこの当てに行ってしまうというのを少しでも消せれば、スピードを出すことができますので、ボールを、まあ、見ないまでいきませんが見ていないような状態を作ってスイングするということが大事です。ですので少し飛ばしたい場合の意識としては、私としてはボールをすごく見てしまうとそのボールに向かって力を出したくなってしまいますので、チンバックではないですけど首の位置を少し動かして右を向いているような状態の視界を作っておいて、ボールが視界の端っこに少しあるぐらいの形をとって、ボールがほとんど見えてないような形でスイングをしていくことで、ボールへの意識が消えて少しヘッドスピードを無意識に出すことができますので、そのような意識でインパクトを消す方法です。ですのでインパクトを消すためには少し視線を切ってフォーカスをボールに当てないで景色で見ているような形でスイングすると少しスピードが上がります。もちろん少し慣れるために練習が必要ですが、見て合わせるより見ないで通過させるような形で、少しだけスタンスをちょっと広めで、あまりボールは気にせず向いた時に少しこの太ももがリラックスして少し振ってみたいと思います。これはいい当たりだったので、ですね、まあ、このようにスカイトラックでは290ぐらい出て、フライトスコープでも初速が72まで出ていますので、まあ、このぐらいです。まあ、大体自分自身は初速が大体ボール初速といって、このボールの出るスピードが70ぐらいをまあ超えていればいいと思うので、まあ72まで出ていますので、なかなかいい感じではないかと思います。このようにですのでリラックスをすることで少し飛距離も伸ばせますので、皆さんの考え方だとどうしてもその力んでその収縮する自分が分かりやすい力っていう方を使うことが多いのですが、まあ、筋肉を緩めたりすることで逆に、まあ、弛緩する力、ほどいていくような力とかが使えるようになりますので、まあ、今言ったようなことをぜひやっていただければ飛距離アップにつながるのではないかと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。このように少し飛ばす部分に関してはいろんなところを脱力したりしながら少し
飛距離を伸ばすことっていうのは可能です。ただゴルフスイングというのは、反復性だったり再現性、繰り返し同じことをできるかっていうことが大切ですので、同じようなフォームを作ってしっかり同じ球を打っていくっていうのが、一応基礎としてあって、少し飛ばしたければ今日のようなことをやっていただくと良いのではないかと思います。それでは本日もありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。このようにゴルフスイングをしっかり基本を学ぶことで正しいスイングを覚えて、効率のいい打撃、そして方向性や飛距離が伸びてくるっていうところを学んでいただければと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報、主にアマチュアの方に向けたレッスンを日々配信しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。やはりゴルフは例えば体の捻転差なんていう話もありますが、捻転しないでしっかりと同じ方向に同調して動くことができて、初めて捻転差も感じることができます。ですので最初から体をよじって動かしている以上は体がバラバラに動いてしまうことがありますので、ぜひそういった意味でも捻転差のないスイングだったり、手と体が同調したようなスイングをまず覚えることをお勧めいたします。それでは本日もありがとうございました。